ダークソウル3、2日目開始。え、これ、プレス4じゃないよ。何回ね。これ何回ね。これパソコン。ファックファック。じゃあ、この2つが条件やったか。パソコンです。私今、情弱じゃないねんけどな。ただなぁ。情弱は1人。死ぬ。ありがとうございます。何を落としたか覚えてる？ぐちゃぐちゃ。石。闇の石。誰かにぴったりなやつ。そうやね。そうね。でもこれ設定変えにはくるくるなるかもわからん。マジで？まあまあいいか。我慢してもらおう。まあどっちを重視するかやけど。それ一休さんのプレイするの重視するの決まってんじゃん。キッショコねぇ。キッショコねぇ。キッショマジやったか。うん。そいつね、たまにクソ追いこきつくよね。基本前に行かなきゃ大丈夫でしょ。ババーって突然出てくるけ。燃えとるときは火がついてる間に、やって逃げる。はい、逃げる。はい、逃げって言ってな。おい、やめろ。豚動いてくるぞ。いや、おい、見えてない。ファック、ファック、あぶね、あぶね、あぶね。大丈夫これ。ここで戦えば落ちへん。あぶね、今かっ飛ばされて落ちちゃった。視聴者無視を公言するチャンネル、わら。いや、しげさんどちらも大事ですよ。あれ、あ、バック。あ、あぶない昔、今は知らんけど、昔はロードしたらまたおってん。あ、そうなの。じゃあ取り放題みたいな。何回も、3回ぐらいまでいけたかな。何回かロードしたらいけて。ロードしては。繰り返す。いてえよ。先生、ちょっと早くてさ。ん？正直そっちいらんちゃいらんのよね。無視するか。なんで？アイテムいらんの。まあいいなら行くけど。どうだろう。なんかいいのあった？後ろ。覚えてね。覚えてね。昨日ですよ先生。そんないいものじゃなかったんでしょう。あ、鍵。あ、ショートカットか。おお、なんで？え、これバグ？何が？なんか飲んでも2やねんけど。エストビン使ったか、もしかして使い戻したか。そんなとこに使わんわ。あ、え、違う。いやいや、あれ、あ、回復した。え、回復したんじゃない？俺は減っとる。だから回復してもエストビンが増えない、減らない。え、分かる。あれ、今もだ。今3になって今4になった。すぐ。え、あれ、ボルさんも。うん、今俺ここ3本目よ。俺ここ入ってエリア入って、あれ、あ、今増えんって言って飛んだら一応最悪もうされた。まあそんなもんやね、人生。俺も増えんし、人生とかなんか規模大きくしてちょっとごまかせん。ダークソウルは人生。なんかそういや、塔の鍵、2万だろ、手に入れて行くところ、小技があって木から登るやつ。あれ前回やった？やってない。やっぱ正当取りに行ったの後で。いや、え、できたっぽい自分。私できた。正気か。全ては取られへん、確か。は？どれが火がつくやつのにゃ、言うてみ。ファック。うまいうまい。サンキュー。そこうまいとこ見せるよ俺も。サンキューな。はい、ダメ。うまいとこなんかない。シュンズン。あ、出んなの。あ、取れた。
俺もできるとこ見せられない。で、なんか次のところで多分、プリンと緑化の指輪手に入るから早く行き。次のとこ？プリンと緑化？あ、プリンと緑化。うん、この、ここのエリアの次かな。ゴロン。うちの犬もすぐゴロンすんで。そう？うん、すぐお腹触ってって。あー、どうだったかなぁ。せん？あ？せんかった？いや、そんな頻度多くなかった気がする。あ、そう。おるよ。普通、昨日落とさんかったけどさ、もしかして壁に埋まってたかな、アイテム。わからん、俺なんか羽の斧みたいな、うわっ羽の斧みたいななんか落としてた気がするね。いけプロですね。登れない。完璧モンスターハンターじゃん。おっさんは？おっさん？おっさん。じゃあ、ランダムか。ここに残り火いっぱいあった気がする。ちょっとアイテム探してね。どうすんだろう。あ、そういや、さっきのとこ、クリミあった。エストのかけらがあった。そういえば。エストのかけら？ああ、あの、瓶の数が増えるやつ。ああ、そっか。あ、その裏技使ったらエストのかけらも手に入る。そうそう、あの上にあるからね。一旦ちょっと待ってとくか。あるよ。痛いよ。計算死なないで。キョル？ちょっと待って、絡まれてる。うん。しんどけー。ちょっと任せるか。あ、そうそう、これ長い。これ誰か昨日やったやつじゃない？うん、これってこれやったらいけるんか。あ、これでも無理や。しかもめっちゃ暗いやん。めっちゃ暗いよ。俺人のこと悪い暇なかったわ。どこ行った？じゃあ上がった。行ってみろ。なんかいいのあるかなと思って。アイテムじゃない。 SB0 あぶね。これ切るん？そもそも多分無理やで。それ大ジャンプでも無理やわ。大ジャンプっていうか下から下一回コード下から行ってもコードは足りん。言ったことわかるかな。うん、上がるよ。どこる？ん、なんかいっぱいわじゃわじゃ。エレベーターの前。ああ、もう行っていいんや。あれ、いっぱい来なかった？もうやったん？やりきったん？あ、今来た、今来た、今来た。こいつもちろん強いんかな。あ、パック、あっと危ない。おお、これね、こっち行けんかった。もう端っこ通って。でしょ？うん。俺昨日それだったよ。いやいや、昨日俺演習行こうと思ったらさ、なんて踏めん、なんて踏めんって言われて、いや、言われてない。そんな言ってない。言われてないよ。そんなん言ってない。やべ。そういや、このダークソウルスって戦技なかったっけ？戦技あったと思う。あったよね。上がれよ。で、右ね、右回し。ワン。このモンスターはやるのはな、抵抗ない？え？ないと言えば嘘になるけどみたいな。うん、そうそう、ちょっと両親がいた、ピンチってなるけど。だってバイオハザードだって犬殺すのちょっと嫌でしょ。いや、ああ、ぐちゃぐちゃきゃいいや。あいつぐちゃぐちゃでいいわ。なんて？あいつはぐちゃぐちゃでいいわ。もうちょっとぐちゃぐちゃ、あの、うん、犬の形取ったらだけど。ああ。もう一回同じ場所をお願いしていい？オッケー。なんかだ黙ってサクサクキックしておるけど。うん。本当にびっくりした今。あ、つうかごめん間違えた。ここじゃまずい。さっきのとこだ。と、一番目？出してるよ。ローズホンの一番目。うん、出してるよ。はい。仕事ができる一級し。っていうか、ここで出して、ここに返されるからね、私は。あ、そうなんだ。え？2番目で引っ張ったのに？
2番目で引っ張ったから、え、2番目の、ま、に出すんじゃなくて、ごめん、1番目。いや、俺も今そう思って2番目行ったんだけど、今ショートカット開けた意味ないじゃん、うん、と思って。確かにお手数かかった。でもできるようになって、まだ分からんよ。分かるよ、まだ分からんよ。で、今できてるんやから、ね、大丈夫でしょ。いや一回で調子こくとダメなんよね、大体。え、俺は学んだ、うん、俺は学びました。そうなん、うん、油断したところに畳みかけてくるから。だら、そんな。うん、そうそう。油断耐えてきたやつですよ。炎の論争。構え？出てない？今、ヒュイーンってた、あれとこ。あったあった。ちょうど俺がとこですね。戦技ってどうやったっけ？なんかこのすごいこのチェインアーマー着てんねんけどさ、うん、なんか騎士感と思って、うん、何で見たんかなってずっと考えてたんやけど、うん、なんか何やったかな、なんか外国人のすっげえムキムキマッチョなおっさん2人の、うん、腕相撲のバトルみたいな、うん、動画でおっさんが着てたんやこれ思って思い出した。今腕相撲うん、腕相撲で試合見える、腕相撲大会みたいな動画で、はい、チェインアーマー着てるおじさんがおって、それすっげーかっけーとか思ったんかな、それで印象に残ってて、それやった。なんか見たことない、いや見たことない。チェインアメール作ったこれ、あれぐちゃぐちゃやる、チェインメール作って、うん、なんかね、本当のなんか洋風の、うん、洋風の戦闘ごっこするの見たことあるけど、へえ、いや、なんでワイナー、やばい、やばい、今慣れてるザコスケ、ほんまにこんなん切ったで。うん、腕相撲かつてみようかな、うん、なんで腕相撲腕相撲大会みたいなんで、え、腕相撲大会みたいなんて、腕相撲大会ではない、いや分かれへん、大会なのか何なのか分からんけど、うん、腕相撲めっちゃ強い2人が戦ってるので、うん、1人が負けそうになるねんけど、うん、あれどこ行った、した先生、うん、負けそうになるんやけど、ああ、もう片方は実はそれ演技で負けそうになってる。ニヤってして。ニヤってして。ズンってこう。助けてよ。ちょっと、忙しかった。で、その、はめた方が勝ったん？そう、チェインアーマー来てる。あ、ごめん。え？危ない。チェインアーマー来てて、最初負けそうになったおじさんが勝った。巻きそうになったおじさんが勝った。え、じゃあ結局それあるじゃん、あの、わざ使った方が負けたってことだろ。違う、わざ使った方がなんか最初負けそうになってて、あ、負けそうな演技をした方が勝った。そうもうだって勝負にならんレベルで多分そのおじさん強かったなと思う。ああ、その負けから引っ張っていけるほどってこと。そうすごいギリギリのところで止めて、うん、相手見つめてニヤってすんねん。めっちゃかっこいいで。かっこいいで。で、相手は、うん、はぁ、あ、みたいな。はぁ、あ。やべえってなってるか。なんだと、うん。なんか有名な動画のはずやけど、それ。うん、結構笑える。そのおじさんがチェーンヤマー来てた。それは一緒のことだね。うん。お？一人釣れんかな、二人はめんどくさい、これ釣れてるよ。なんかガチャガチャで音する、来とんじゃない、一匹来とるだろ、来てなかった。アルバートさん何と戦ってんの、出て見ちゃいけんが見えたんだ。
お、何今の、今のひるみは？でん、見たいもん。あ、ごめん、ちょっとごめん、見てた、ごめんたら見てた対空？上か、上先か。あ、赤目だろ？あれどこ行った？赤目もそうやけど、そっちのあの契約。あ、2になった。え、どういうこと？増えたん？また増えたん？うん、これわざわざダガに変えたで。これ向き直すな。デン、そんな強くなくね。クソマジモンスターハンター。熟練の奇跡って蘇生だっけ？熟練の奇跡、ああ蘇生よね多分。あー分からん。奇跡、うん、奇跡、奇跡系全然分からん。気力の気に石、うわ、あ、死んじゃった。残念。ちょっと来るわ。アルバートってなんか。しか、下のあれだわ。なっけ。あの、下のあれだわ。槍とか適当に叩けるって。槍とか弓とか。弓とか弓？ああ、おったね。ゴミがある、ゴミが。こんにちは。アルバートさんは、あれか、ホストについていくタイプの。あ、俺にかかってる？うん、まあいいけど別に。まあ、きつこいよ。医療進行系にしようかな。どうしようかな。番犬ってあの冷たい谷のボルトって犬なんじゃあれ。え、そうなんや。ああ、なんか冷たい、なんか冷たい、なんとか番犬がいますみたいなこと言ってた。それはあれじゃなくて、表現のあれじゃなくて。ああ、どうなんだ。本当に、本当になんではないんじゃない。そこまではちょっとわからんけど。あ、ちょっと。リーチ投げ。青気をつけとこう。あれ、これ2みたいにあれだね。マーク出んのんだね。ん？あの名前の横にあのマークが出んのじゃない？あの契約。ああ。その時って契約出よったけど。私出てない？で、え？え？あなた？え？見えんけど。え？自分の話？あ、俺の話。俺でしたか。大体いつも、大体いつも俺の話。うん。行こう。大好き、自分。ではないけど。それ大好きって言ったら一体行こうだ、マジ。うん。今さら。え、これまだ？ここ？もう一個？あ、向こう奥行こうとすると、昨日見れんかったもんね。そうなんよ。落ちたんけ？落ちたんよ。うん、もにゃもにゃ。何か声がするな。犬といえば犬に見えなくもないみたいなね。犬ではないでしょ。カエル？カエルではないでしょ。カエル、中ぽっこりしてるし。またそうやってわけから攻撃する。普通に嫌い。見て、かわいいか。ちょ音だけ壮大で。そのガリガリって音。わー、アルバートさん。お、やばいよ。何それ。うおー、あ、
これか、ホリブレスだよ、それ。僕の第二形態。携帯ってことでもない。え、ホリブレスなかったっけ。うん、たわないよ。あんなことが起きなってきた。いてて、いて、うっ、グロ。死んだくない。死んだらマッチングできなくなるよ。ま、そんなに差は開かんないと思うけど、その差は開かんと思うけど、その逃げる時にダメくらいだよ。すごい。ちょっと画面端見えね。はい、はい、落ち着いてる、はい、お疲れ。あ、死んでない。うわーうわー、よっしゃ、届かん届かん。あ、死んだ死んだ。あ、 NPC にアルバードを持ってった美味しいところ。どこやったっけ。バイバーイ。挨拶せーや。あ、ごめん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 、挨拶せー。ごめん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 、行こう。ここからの次のとこで待とう。うん、あ、これがないといけんのんだ。確かガゴイルかなんかって。ガゴイル竜かな。うん、ガゴイル。これやりふるとこじゃない、これ先やりふる。うん、やりふるとこじゃない、ここ一つ前、一つ先。やりふるが分からんけど、ボス覚えてないわ私。ボス、いやいや、やりがふる、やり飛ばしてくるとこや。ああ、今のあー覚えてないな。このあー覚えてない。あーだ。え、覚えてる覚えてる。飛んでくる槍っていうか、矢、ぶっとい矢やろ。ぶっとい矢かな。あの塔の上の巨人さんが、うん、飛ばしてくるやつ。覚えてるよ。マジ？うん。本当に？本当に。で、戻って取ってきたら？ええ。指輪。いや、いいよ。一人で来て、そんな。え、効率悪いで、でも。そんなパパッといけるの？え、うん、いける。本当に？ちょっと。うん、エストのかけらと、うん、あれやから、ソウル、もらえるソウル増える、指輪やから。おお、それいる。序盤に取ってた方がいいでしょ。絶対いいわ。え、遊びしてたもん。うん、してるよ。差が開いてんだ。まあ、私これ毎回つけへんけどね、このこれ系。そう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 。じゃ今回どうしようかなと思ってて。何系にしようかな。これマップ読み込み終わるまで出れねえの。あ、そうなんや。そうなんよ。出れた。で？出れた。これ実際知らんのよこれ。え？木の上に登るんだっけ。登るんじゃなくて、大じゃ、木の木に向かって走っていって、木の中腹ぐらいで大ジャンプして右に曲がる。でそこ飛び乗るって感じ。わかる？待てよ、どこが低いんじゃ。木、ここで木であったよね。俺見とる？ここ。あ、そうじゃなくてね、どっちかっていうと木を真正面に持ってきて、うん、こう、もうちょっとね、右から行った方がいいと思う。こんな感じか、こう登っていって、ぴょんってか。そうそうそう、それで、クイッて右に曲がり、大ジャンプしながら右に曲がったら。あんな感じ右に曲がれん。あんな感じ、ちょっとずれてる。ずれてる、もうちょい右。ああ、そんな感じ、そんな感じ。違う、行き過ぎ。違う。これ、いけるんか。そもそも今木登ってないだろ。ダメな気がするけどな。俺にはちょっと苦い気がするけどな。何回ぐらい行った？え、数回。うわ、行けそう。2、3回で行けた。くそ、もう6回目ぐらいだぞ。何やりやってん。
おお、今のでこれ一番高いよね、これ。そんなにいかへん、そんなにいかへん。中腹ぐらい。中腹もいかんな。その枝になってる。今の感じ、今の感じ、今の感じやろ。違う、今のダメ。そんな感じ、そんな感じ。今ダメ、今ダメ、今ダメ。もうちょっと、もうちょっと上に上がっての。いったやろ。けこら。どこ、こんぐらいかな。おお、いった、神。いけた？あん。神。で、ついでにピューピューポコポコもやってきたら、じゃあ。ピューピューポコポコの入っても覚えてんねん。何あげたらいいか。私も覚えてないな。ピューピューポコポコあげるじゃろ。とりあえず火炎瓶、持ってる系やったら、火炎瓶、黒火炎瓶。だから外れなかったよね。確か。頭蓋。あ、どこだっけ？入り口どこだったの？あれ？あのコッペンあたりでもらえる。落ちたら即死やからね、そこ。猫、猫。猫つけてても上がるんじゃん、そこやったら。猫無敵だろ、あれ。確かゼロのはずよ、ダメ。いや、無敵じゃないよ。あれ、ジャガンどこ？ジャガン。ジャガン。あれ？ここじゃなかったっけ？外？その奥に、幻の、幻影の壁がある。指輪のことやんな。そうそう、これじゃないか。あれ、殴らなあかんで、一回。あ、あ、殴らなあかん。こちらね、じゃあ。その通路の真ん中ね。違う。どうした？せっかくサインっていうかマーク出してくれてるのに、他の人が。あれ、これ落ちない研究かもしかして、これ。うん、落ちたらいける。そこ別にダメージ食らわん。体力高っ。っていうか、これあれ先ピューピューポコポコに登れないの、これ多分。あげるあげるあげるから、アイビントリ開かして、頼む頼む。ねえねえ、ピューピューちょうだい、ポコポコちょうだい。これじゃないな。かわいい。どうだっけ。いや違う、ちょっと待って、難しいよ。そんなわざわざセットせなくても1個落としたらいけるで。メニューが開かねえ。ちょっと待って、何ボタン開く、これ。四角か、三角か、違う、四角、違う、丸、丸で違う、バツ、バツか、バツじゃない、丸、丸じゃない。何ボタン、位置が分からんけど、反転させてるん、それ。うん、ミクミク。これ奥がないんだが、なんで奥がない。そんな風になる。あれ、奥がないんだけど。奥がない、なんで、おかしい、なんでなんで。どこ見てるんそれ、なんか私と画面違うぞ。奥がない。ちょっと待って、ちょっと待って、インベントリだ。あ、何見てたそれ。装備か。うん、インベントリー、インベントリー一個置いて。でしょ、残り火はなかったで、多分。残り火違う。うん、キーの開き方分からない、スケープか、違う、ミクリック、あべぶねえ。何ねえ、もうイベントリーどうやって開くの。これか。あー、びっくりした、びっくりした。火炎瓶系かな、火炎瓶。
陶器館のコッペン呼びかけ、鉄の指では機関のコッペンいけた。これで、あとは火炎瓶、各一つずつ。かな、重要なのは持ってるもので。くらいか、2個くらいだな。結構早めに行ったからあれだろう、あんま怒んないだろう。今、火炎壺と機関のコッペンだけあった、うん、黒い方持ってる。黒い火炎壺、いや、でかいのはないね。あ、ない？じゃあ、はい、終わり。そんぐらい。あとは、誘い使いぐらい。誘い使いも持ってへんな。誘い使い、別にいるもんじゃないから。オッケー。人面やから大丈夫。だって、レッツゴー。どうする？つけとる？あれ、ヘビ。ヘビつけた方が早いよ。うん、うん、つけるつける。最初はね。まあ、指輪の、そっと草空いとるし。うん、そうそうそう、持ってないからね、指輪、ヘビ以外。ちょっとどんぐらい増えるんやろ、これ。レベルアップしたい。うん。どこまでがいいかったんだっけ、やって。今、なんぼ？え、何が？レベル。レベル。レベル、ちょっと待って。こんにちは。システムだっけ？違う。ステータス19。19、オッケー。うん。ティアラさん、こんにちは。もううざい、本当にこれ、キーが逆なの。変えたらいいよ。変えたんよ。え？変えたんでしょ？うん。変えたのに、なんか変わってないみたいな。変わってんの？どう便だ。日本語難しいわ。あれ、起動し直してきたら何やってんか知らんけど。いや、違う違う。昨日からなんよ。ん？何昨日からって。まあ、我慢する。いきますわ。うん。どっかで見た体力のゲージ。やば。なんか2倍ぐらいあるぞ、私の。うん。エストビンがさ、割合じゃないじゃん。多分絶対値じゃん、うん、だからあんまり体力かけてもいないよね。まあね、意味ないことはないけど。どの辺で出せばいい？出せばいい、私が。あー、出す。正直俺の方が下手いから。うん、俺ホストの最初は。オッケー、じゃあ出すね。うん、で階段1段置いたとこ。オッケー。でレベルアップしたところで、うん、俺が白になれんよ。たら、あー、なるほど、いいってことよ。効率的。ここ1個も出てないしさ、出しても全然誘われんのやけど。ここって出すとこちゃうんかな。どうだろう。まだシュワーもクソもやんけど。出せるってことは、出せるってことはいけるってことやろ。うん、多分ね、1段割れたところね。一旦ここか。うん、そこ見えてるやん。え、嘘。え、嘘。1段割れたとこやね。いいじゃないぞ。え、もう一個上か。あ、あるじゃん、ここあるじゃん。うん、いや、私ずれてるからね、映像。あ、そうだね。うん、霊体として別世界に召喚されます。来い来い、イエーイイエーイイエーイ。くそー、イエーイイエーイ。くそー、俺のガンだったじゃん、これ俺のがガンじゃん。いや、俺がガンっていうか、二人条件変わってたからでしょ。両方戻したらってことじゃない？ああ、いやいや、でも、なんか状況的に俺のせいな気がする。そう？ああ。なんかやりきれんだ。なんか半分ちょっと一休さんの関与せんしようってところがあったからさ。あ、そうなんや。俺の方は問題ないって決めつけとったから、ちょっとそれはどうかなっていう流れだな。そんなことは気にしてないでしょ。あ、そう？うん。俺は気にするんだっけ。気にし、うん、逆方向にマスキング、うん、おっさんおるで。なんだ、カタツムリおるよね。うん、カタツムリが
カタツムリが死ぬ前になんかせんやけどね。あ、そう、ここった。あ、これ、これバイオハザード。バイオハザード的隠し。今、誘い図が出たわ。出た？あ、今ね。ここで行ったね。皆さん、殴りなよ。ああ。どの辺にあいと思ったの？確かに。私の枷を外したまで殴れってことこれ。違う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 。あ、関係ないわ。これどういうあれなんやろ。あ、ドラゴン。ドラゴソ。やめ、ドラゴソやめろ。結構通じへんよね。そう。いや、もう通じんだろ。嘘。何それみたいな感じでなるよ。逆だ。そしてなんて名前だったっけ？ヨエル。あ、ヨエルか。うん、オッケー、行くか。装備何が強いんかな。なんか昔ほよっと生えた単語とか今見たらもうわけわからんと、わけわからんことはないけど。そうなん。逆に伝わらんねやったら使えるわ。はい。ドラゴソ。ドラゴソ。ん？いや、こんなになんか手応えなかったっけって感じだな。二人っての、二人っての加味したとしても。あ、ここ、かがり火なんや。うん。ちょっとこの位置ではもう怪しいな。覚えてないことはないけど、ちょっともううろ覚え。私覚えてない。これあれかな、雲のやつがおるやつか、これ。農家のおばちゃんたち。なんかね、これなんかあの、ああ。あ、ギロチンも、ギロチンみたいなやつおったよね。そうそう、ギロチンの。ギロチンまでドタンするやつ。ギロチンと魔女と。ああ、呪い飛ばすやつ。おったおった、そんなんも。あ、これこれ、私これ嫌い。これこれ、これ。あ、そう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 、ああ、横から飛び出てるくるやつ。うん、ロックできるからね。ロック？うん、録音できるから。ああ。離れて録音して敵かどうか。確かめて。暗くね？ちょっと暗いね。どこ行った？下降りてる。あれウィンじゃん。あ、来た来た。上にも敵おったね。マジ？そういや、あれだわ、カボタンがおるところの外におる内刀持ってるやつを殺してねえわ。え、なになに？え、あの、今回ね、修行僧、変なおるんよ。左回りのところ？めっちゃ強いやつじゃない？そうそう、めっちゃはないけど、めっちゃなことじゃないけど。黒。ああ、あのおばはん。あいつ神。こいつ全然バグスタ聞けへん。うん、強っ。僕の壁。あ、結構食らった。なんとかデラックスじゃん。こんぐらいのサイズかな、デラックス。めっちゃでかいらしいで、実際見たら。ああ。さすがにそこまでないんじゃないか。あ、そうやろ。リビルデカさって言ってた。ファック！マジ？うん。まあ。あれ、あれの、あのキャラでちょっとちびっこだったら、ん？ってなるけどね。うん。早くも一緒の隠れ手に入った。マジ？うん。この手元にある。ダークソウルはヌルゲーだった記憶ある。二人やってるけど、向かいに。マルチでやったら一気にぬるくなるよね。そうそう。いや、これ、中にね、ターゲットも変わるんだから 1.5 倍とかでも
いいような気がするけど、1.5 とか2とかだ。いや、でも、その代わり侵入されるっていうリスクがあるから。ああ。それだとちょっときつすぎるかもしれん。だってさ、うん。何やったっけ、一番最初のボス誰やったっけ、グンダ。そうそう、グンダさんのトロフィーの獲得率めっちゃ低いんでしょ、うん、前も話した気がする。10% やったっけ。 10% はないよ。違う違う。あの、え、何、諦めたやつが 10% だろ。全員購入者の中の 10% だったらやばいよ。え、じゃあ 90% 獲得してるってことじゃないよ。そんな多分確率高くなかったはず。あ、まあ、10って敵、あの、あれやけど、なんかなんとなく覚えてる数字やけど。10はさすがに少なすぎんか。9で多すぎる気がするけど、逆に。え、あ、びっくりした。おぼろさんやった。おろおろ。お、なんかしたっけ、後ろから騎士来たと思って。騎士ここ出てこん。あー、なんか、これいかん。戻り。戻り？あ、うん、こちら右側。こっちが正規ルート。ピッタピッチおらん？おるわ。ピッチ？うん。マジ武器何するか決めてないから強化もできないんだよな。とりあえず論争でやってるけど。うん。みんな落ちるやつやそれ。うん。最初の武器何がいいかわからないから強化しづらいという。しかも炎でも安定じゃんめっちゃ。うん、私多分鋭利系作るから。ああ。今のところ鋭利なんできないから炎にしてるけど、ここキモい、キモい、ここ。これ、これ、ザ・フォレストで見た。見た？ザ・フォレストのさ、足、じゃあ。ザ・フォレスト。何笑ってんの？何笑ってんの？ザ・フォレストって、ちゃんと点入れるから。ザ・フォレスト。ザ・フォレスト。あ、スープ。私飲みたーい。こちらから開かないって。え、なんて、こちらからは開かないって。へえ。ザ・フォレストで見た。これザ・フォレストで見た。あのスパイダーだっけ、対逆足がたくさんあるやつ。うん、あれにこの中はかぶしたらそんな感じじゃない。私ショーテル持ってる。でも死ぬ。ちょっとこいつ硬いな。痛いよ。うわ、こっちもかい。ワンの対人で雷ショーテル使ってたよ。強いの？いや、そんな強くないけど、対人でショーテルって右、強攻撃、壁じゃないわ、縦貫通するねやんか。あ、そうだね、あの曲がってるからみたいな話を聞いた。うん、で雷エンチャントついてると結構 敵が焦る。はあ。でも毒とかあれないの？別に必殺以上ないよね、雷って。うん、でビリビリってするの結構嫌じゃない、うん、縦画面、もう縦がっつりの人とか、うん、結構焦るで、やってるとわかる。へぇ。ガーゴイルがちょこちょこうるさい。出るよ。引っ掛けなくて。あ、ババア、これババアが。ババア。口割る。いきます。うん、口もある。たまにジジイ、なんでジジイ。あ、これ、これ中身失敗したとこだよ、これ。ん、あ、これ登れるやん。登りまーす。はぁ、あ、いて、よし、こい、待て、やばい、やばい、うわ、ファック、ちょ、ハマってる、俺ハマってる、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 やばい。バックスタートで、バックスタ、ちょっと待って、違う、体力ない、ちょっと待って。危なげない。なんかある？俺がボコられてる間に。ケッペン、ケッペン、うん、ケッペン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 やった。ケッペンって読むんやったっけ、結局。かけられなかったっけ、結局。あ、かけられね。確かね。え、違う違う違う、てっぺんっていう読み方あったんやったっけ。え、どうだろう、正しい日本語にあるかどうか知らねえ。お、なんじゃ、え、これ、え、や、闇騎士ってつけれる名前。いや、てか、あの、ひらがながつけれんから。ひらがなって漢字、ひらがなが、カタカナ、かカタカナしかつけれんでしょ、たぶん。うん、これはあれ、これはあれだろ、あれのあれ、憎いのおるわ。これは NPC。 お、石膏そこでやんの。ギロチンじゃん、来いや、来いや、ハゲマジ。デン、ギロチンも来てる。ファックファックファック。
やめと。毒やば。待て。置き攻めするなしよ。この人バグスト入らへん。おいおいおい、パッ。なんこれ。うわ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 、ポリス出てる、ポリス出てる。プープープー、なんやこいつ。入るんかよお前そこ。なんで入れへんわくさ、なんで。やめてそれ。ナイスナイス。え、来るのあなたも。マジ？どうしたバックス入らねえな。おい、やめろよお前。逃げろ逃げろ。あ、きつい。スビーなくなっちゃった。いた、そりゃあかん。あと一発。ザコ太郎、はい。いたー。まあ、もうすぐあれだから、あの。うん。このチコツみたいなのなんだっけ？ん？あ、チコツ？何コツ？何コツ？チコツ？チじゃないっけ、あの字って。施設の地じゃない。あら。え、何それ、なんか出てた？うん。あ、そっか、俺があれか。あれだからか。降りるよ。どうする、追い出そうか。あ、そうやね。で、ここまで私も持ってこようか。あ、そうだね。ポスト交代ってやってたよね、昔。やってた。そんな昔じゃないけど。1月の話っすよ。早いね、うん、4ヶ月。早いね。うん。あっちゅう前やね。あ、今日抜きな。あ、やっぱ、やっぱセミあれだったわ。聞き違いじゃねえよ。嘘。あ、ほんま。おんの？おんよ。へぇ。セミがおるんよ。早いよ。セミがおるんよね。マジサクサクやん。なんやったんや、ほんま。ね。ああ。昨日あんだけ試行錯誤しよったのにさ。待たせたな。あ、なんかやってる。え、は、人面だっけ、ハローって。そうそう、ハロー人面だろ。ハロー。で、これ、レーターの時は見えるわ。青、青になってるわ。ん？どういう意味？あの、あれあれ、残り日のところにさ、あの、契約のマーク出てるわ。あ、そう。あ、うん。ハムエさん、こんばんは。本日のハムエ。あ、そうか、残り部分体力アップすんか。だからおかしいかな。減った気がするんだ。うん。なるほど、ファルケス。はい。ただこっちじゃないよ。ただこっちじゃないよ。あ、そっち行かんでいいよ、私。え？そこ行った、昨日。遅れてない。ちょっと触りいいや。そこ何言うと思ったっけ。オンファイアリット。フォーク持ってる。うん、右、あのアイテム。どこ。あ、なんか、え、なんか人に左やった。右や。ん？いや、私が行ったのが左やった。 あ、レーザーシールドでも確かに使える。
そうだ、ここの外アイテムあった、絶対ある。ここ、俺行ってない。編成来てください。どこ行った？骨折、出て右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 、アイテムあるやろ、確かあったはず。ここやろ、うん、おっさんおるやん、待って待って、農家のおっさん、この辺じゃなかったっけ、違うっけ、ここ、どこ行った、どこ行った、おい、おい、どこ行った、違う違う、切り落としてた、こっちこっちこっち、いや、何それ分からん、なんか切り落として下へ落として下で取るやつ、アイテム、え、じゃあ俺取ってなかったのか、アイテム何やった、修理の粉、ああ、いいらね、え、地味に欲しない、だって、2に比べたらさ、あ、いったー、上がるか、うん、うぅ、やってるねー、皆さん、あ、こっちでねえよ、あ、やっぱ同じこと考えるんか、みんな、やったらやってる人多いなと思ったけど、え、同じことっていうのは、ん、横練習っすよ、あ、横練習、ああ。高めてるよ、みんな、じゃあ下手すらさ、ダークネス高めてきてる、最初の方はあれか、もしかしてなかなかストーリー進まねえよ、ありえる、もしかして、どういう意味、どういう意味、え、いやいや、だから闇連に侵入されば来るんだろ、下手すりゃ、あー、いや、最初は多分スタートダッシュの時は少ないと思うよ、あ、そう、アイテム持ってない、え、アイテムどうやったっけ、なんかできたっけ、無限に、無限にできんから多分やってくる人は少ないはず、もともと1買ってる人ってリマスター無料だったっけ、無料ではないんじゃなかったっけ、割引やって言ってた、割引、あれってどうなる、セーブデータの扱いって、どうなんでしょう、多分システムちょっと加わるから、マッチングシステムとかの、うん、他の多分違うと思うよ、あ、俺召喚、もし引き継ぎだったらさ、あ、ど、何、あ、俺召喚、どこ、あ、これ、あ、あげ、あげ、あげねもんみたいな名前でしょ、あ、いやいや、支援が来たって、え、マジで、マジマジ、左見てみ、見えてないけど、え、ちょっと待って、これ、これ、これ、ちょっと待って、ろかずし、誰、いや、おるからね、アマデなんとかみたいな、私が召喚しないのになんでおるん、いや、え、分からん、え、俺が、俺が、あ、あ、てか、あなた青京じゃない、違う、え、それあれでしょ、敵の名前でしょ、いや違う、いや違う違う違う、闇霊の名前でしょ、違う、火の宿主ついてんの、これ火の宿主は私やけど、え、見えてねえの、マジで見えてない、何も見えてないよ、アガネモンみたいなところになって、アガネモンさんはだから侵入してきた人でしょ、いや侵入し、え、侵入って、え、味方にってこと、え、私のだから世界に闇霊だろ、さっき言ったの、うん、闇霊って敵だよね、見れば敵、味方ない、このアゲさん、今この豚殴ってるでしょ、見えてない、見えてないし、うん、え、誰、え、だからいるんだって、ここ、ここ敵じゃない、それ私やろ、だから、いや違うって、だからおるから、これ俺が見て、え、誰おるやんか、おるやん、これ、え、これ味方やろ、バグってる、バグってる、それ火の宿主っておかしい、だって火の宿主は私やもん、いやいや、いや、いや、違う違う、いや、だからバグってるじゃないそう、ホスト2人おる誰やねん、マジあ、バグってんの、これあ、だから見えんの、え、これ、そんな名前じゃなかった、さっき侵入された、え、違う違う違う、違う、ま、マグじゃなかった、座らんやけど、霊体ちゃうやん、それホストやん、完全に、誰やねん、これ誰、知らねえ、え、じゃあ死にしてきたら敵じゃないってこと、くそ笑う、え、だから攻撃してみんや、多分入らんで、攻撃、え、じゃあ、味方もんだって、これ、え、なんか味方ってことは、うん、私おらんから、誰、しかも霊体じゃないと召喚できんから、火の矢どんな人ってホストのことやから、ホストは私やから、え、そうなん、うん、え、誰しもが火の矢どんな人じゃなかった、何何、誰しもが火の矢どんな人じゃなかった、誰しもが、なんかさ、めんどくさいからやめて、それ。え、俺も一休さんも火の宿主じゃないの、だからみんな火の宿主やけど、この世界では私が火の宿主で、みんな霊体なの、他の人は。あ、そうなの、うん。味方も、侵入してくる人も。うん、あ、そうなんだ。ね、バカバカ言ってるけど、ちょっとゆっくり漁らせてよ。マジで？うっさんよ。じゃあ俺はあれか、ついてきゃいいんか、お使いみたいに。
で、そのおっさんはどこにおんの今。おっさん消えた。待って、でもおるおるおる。だって左の体力力の回復バーのとこおるもん。バグってる。あがねえもんさん、こんなバグあるんや。お、え、殺した。え、ほら、アマデウス。アマデウス撃ち殺した。え、待って、ちょっと待って、チーターじゃないこれ。どれが聞いたじゃない。いや、え、どれがアガネモンチ使ってない、多分使ってんのバグか使ってんのか、どっちか、まあ、近い。それにしても、あのアマデウスっていうのが今あれだったよ、あの闇霊だったんだけど、殺す速度早すぎだった、うん、マジ。うん、聞いたかな、分からん。だってめっちゃ早かったよ。だって一人で殺したからね、今。青京だったらさ、レベル関係なしで来れるとか、うん、その依頼乗って。だから、え、どういうこと。一休さん、契約は関係ないでしょ。火の宿主って表示されてんのは、ホストやねん。絶対、うん、絶対、多分ね。名前だけバグっとって。多分ねって、うん。うん、名前だけバグってるんやったとしても、うん、私が召喚しないと他の霊体って召喚できないから。え、それは違う、それはあれでしょ、あのマップ上に設置されてる話だろそれ。うん、いや、青のあの契約持っとったら勝手に来るから、侵入されたら。ああ、はい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 。やったとしても、うん、の私の方に、あの、うん、来ましたっていうのも一言もないし、うん、俺の方には青霊出れとったよ。出てた。あ、メッセージは青霊で、左側のメニューは火の宿主。へえ、青霊が入ってきましたって出たよ。で、そもそも見えてないからね、私は。変なの。霊体でもラジオ進行だったか。霊体でもラジオ進行でした。何もせんでもみんな助けてきてくれる。助けに来てくれる。あ、ブツブツ喋るな、なんつってんねん。いつも声出せ、でかいくせに、そんな時はちっちゃくなんない。そうそう、突っ込まれるから。じゃあ、あんまり自信つけていっちゃうと、ちょっと。お、あれ、なんか呪いとかしてるやつある。あ、ババ。やりてけぞ。ていうか、あれじゃない、あの、音声が大きいんじゃない。ん、音声が大きいんじゃない。 BGM が大きない。めちゃくしてるよ、うん、俺の声がちっちゃい。ボルさんがブツブツ喋るんやもん。あ、はい。はい、行きましょう。はい、行きましょう。ちょっと声を大きくして言えんかったの。うん、言うこと言ってた。うん、作業着、ちょっと待って、フリンの指輪ってどこなんやろ。あ、俺そっち見てねえわ。何もなかった。バワイチョ、でもそんなところであの火のつかみされたら逃げれんのだけど。ああ、落ちた。あ、でもさっき取りや。かけらか。あ、大ダメージ。いや、俺が大ダメージ、やばい。はぁ、葉っぱか。はぁ、投げ。痛い。え、ちなみにもういないよね、その人は。帰ってったんよね。どっちもいない。うん、俺死ぬかもわからんね、これ。なんで、アイテムない？うん、SB ない。これ闇で今回で来た、ホドリック来た。どこで戦う？この辺。壁はめする？壁はめか、それか階段使って。ギョロチン呼びたくない、ギョロチンめんどくせえわ。え、スティビー上げれたらいいのにな。来た。あと何個残ったん？フル。え、マジ。うん。実力の差が浮き彫り。いいか、来いよ、早く。どこ見よう、こいつ。あ、一応見ようか。うわ、やらしい。よかろうが。あらら、壁はめ。飲まれちゃってんの。何個のもんこいつ。おっと。やべ。ない。おじさん追っかけてる。
トゥーン。うわ、やば。あ、もうない。お疲れ様でした。それで落とすよね。うん、うん、ダークスピリット。お、ね、うん、恥骨じゃない、これ何やったっけな、火星みたいな字か。ね、うわっ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 、脊髄の、あ、違うっけ、脊髄の感じじゃないっけ。恥骨ってあれやんな、恥ずかしいって字じゃなかったっけ。っけ、うん、漢字難しいね。お股の付近にある骨やろ、だって恥骨って。あ、そうだ、あ、そうか、そうか、うん、字が違うか。マジバキ、そんなことばっかり考えてるから。あれ、なんか最近そういう、なんか、なんかそういう、なんかツッコミばっかするけど、俺そんな総理した、いや、してない。私、え、そもそもそんなツッコミもしてないけど、私。え、そう。でしたわ、私。いやいや。ねえ。さあ、ほれ、それ、おっぱいがどうだろう、こうだろうって言って。いや、おっぱいは下ネタじゃない。体の一部やん。そうなんだ。うん、なんか、俺が好きみたいな感じで話しちゃったけど。いや、って D カップって言った瞬間、抱えて持ってたやもん。どっち行く？なんだ、ここ。え、これ、扉？正直ね、SB0 なんよ。あ、じゃあ戻るか。いや、私ゼロ、6個やのに。そこリーや。あ、何やの。いや、戻そうとしたら勝手に帰った。ね、ちょっと、レバミしてくるわ。いや、闇してやる、めんどくせえ。これってこの状態だったら侵入されんの？マルチプレイしてないときって侵入されんの？侵入されるよ、本来。そんな安全なことないよね。なんかされへんよね。昔やってた時は、ほんまに昔ワンの時は、残り火が人間性って名前やったんやけど、人間性使った時、途端に入ってきてたで。ああ、そうなんだ。うん。ソロでも。そうそう、ソロでも。頑張ってやってた。なんかボルさん体力めっちゃ上げるから、私も体力上げんなってなっちゃうな。なんかなんでや、だからあんまり騒ぎすぎたらなんかこう、何分からんけど、上げとか上げとこうかなっていう気になっちゃう。対抗心が出る、うん、対抗心ではない、俺の対抗心が出る。絶対追いつかんもん、そんな体力感を振りな。攻撃力ってアピみたいなもんじゃない。うん、それだってボーナスつけてないからやん。ああ、エスミ強化したか。あ、してない。え、しても同じやんな、でも。いや、どうだろう、これ。まあでもホストをやるから、やるかもしれんから、あかんか。一休さんだけがあれ頼りですよ。なんで、うん、死ぬから死なんてよ。そりゃ思いはもう、思いは無敵だけど、体がついてかん。待っとくわ。うん、もう6個か7個か。これ12だったか11だったっけ。うん、12多分ね。え、結構でもなんかほんまサクサク、今日クリアしちゃうんじゃねえの。ない、調子こき、朝までやるべきだけど、 100% 調子こき、うん、だいたい俺の半分は調子こきって。そうそう、思い無敵。ん？出してる？え、一休先生が出すんですよ。私が出せばいいの？そうそう、うん、今度は俺のターン。確かに体力上げすぎな感もあるな、これ。上げすぎ、序盤の体力じゃない、それ、うん、でももう上げないよ、もう今から効率が下がるから、うん、27? 27までだっけ。なった。なんかダークソウル2の時はコントローラー傾けてもさ、マウスカーソルみたいに操作できんかったのに、なんなんこれ、何それ、伝わらんのか、ちょっと
ほんで、なれへんもん。こう、コントローラーをね、追加されてんじゃん、3で。かね、こう言ってる意味はわかるよ。うん。マウスいらず。ハローだね、俺持ってねえんだ、人名。こんにちは。入らないのこいつ、バックスター。多分その後ろのあの背中の板が邪魔してる。そんなんせこいやん。ああ、二人がかりで一人を殴るやつがせこくないかって言われたら微妙じゃないんだけど。戦いたくないなら攻撃してきね、うん、っていう私なら。ここでしょ、さっき言ってた。いや、そうそうそう、あれ飛んでこねえ。覚えてるもん、覚えてるもん、覚えてるもん、覚えてるもん。これ白い枝って何の子か。ファック、うわぁ。絶対やるやんそれ。はい、はい、俺の、俺が寝たいの。見て、はぁ、ま、正気か。これボスまで行けたっけ。じゃないと俺残り火使えなきゃな、俺覚えてね。くっそー、ありえるか。完璧芸人じゃないか。白い枝怖いわ。何が。え、そのなんかなんていうの、注意力のなさが恐ろしいわ。ああ、ほんまに。俺もそう思う。まさかやね、ほんと。怪我してそう。リアルでいっぱい。いやいや。リアルは違うよ。リアルは別に。ダメージ大したことねえから余裕だろうと思ったら、これ止めてからアイテム拾った方がいいな、これ。行くか？走り抜ける？ん？走り抜ける？いや、アイテム取る。取れる？でも挙動がないよ、こいつ。これか、ブーンブーンって言ったら、そのどっちかっていうとこアイテムというよりやってほしい敵を。え、これ落とされたっけ。ウフー。おい、ちょっと待って、なんで狙えっつ、なんで飛んでこんの、ここ飛んでこんの、なんで飛んでこんの。うわぁ、吹っ飛んだ。引き寄せよ。え、こう。俺がしたいの、こう。これな。来た。いや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 、関係なくね？うわ、結構ここにもアイテム。お？結構でもなかったんだよな。あそこのアイテム怖いからやめとこう。俺見えるか？あー、ここ、うわー、そこで死んだらいい、あの、美味しいんだけどな、さっき死なんか。何お前、もうボスやんの。何お前。あー、黄の人やん。あの、ドンの人やね、これ。うん、違う、何もなかったっけ。え、これもうボス、これもうボス、そっちとボス。あれ、この辺ってさ、赤狩り見なかったっけ。あった気がする。でもそんなになしでやった。あった気がする。ないか、気のせいか。メッセージ出してくれんかな。まあちょっと近いっちゃ近いもんな。あ、来た来たー。しかしさいなら、どっから切りかかってん。ここ。あ、もうそっからかかってんや。今来んなよ、見つけて。
これ下落ちんかったっけ。落ちたよね、落ちたわこれ。落ちた落ちた。卵岩井の聖樹。呪いじゃねえ、呪いじゃ、呪いしも腹だし。売る？これやだったっけ、卵のとこ殴るんやんな。そう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 、で卵がどんどん破裂していって。うわあ、来たね。あれ？これ毒のやつ敵も食らえるな。うん。今チャンス？大体大振りした後でチャンスだけどいつも。ああ、これ一休さんがたまたまって言ったやつだ。思い出した。言ったかも。言ったよね。言ったことは覚えてないけど、うん、いつもめっちゃ熱い。言いそうってどうなの、はい、破壊はい、お前どっから湧いてくんねんこのおっさんは。分かった。え、そのドドン、うわー、来た来た来た。いやいや、落ちるな。そうそうそう、これで中ダメージが入らんのは優しい。痛がってる、もしかして痛がってる。ん、あの手を壊した。今痛がってるよ。ブン、そうそう、手出てくんねんな。どっちある、たまたま後ろにあるよ。あ、あるわあるわ。出て、おお、なんか足にもあった、これこれ。食らうの。あ、今チャンス、今チャンス、今チャンス。どこにあんの、お玉。ここ。ここ、ここ、ボルさん。待って待って待って、やばい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 。わお。なんか、あそこか。ちょっと待って、次転がったらにする。今チャンス、今チャンス、今チャンス、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 チャンス。玉以外もうダメ。あ、最悪、これ即死ちゃうよな。あ、行けた、いけー、弱い、早い、サクサク。これ買った時はだいたい下を刺してね。なんで切り伏せ。あ、なるほど。残って、先のところでお願いしていい？オッケー。ブロバスのたもと。なんかもうちょっとごちゃごちゃしょってた気がするけど、2だったかあれ。なんか粒を持ったやつがドカンドカンしてくるのすり鉢状のやつ。ん？あー、あれ2かな。あれ2か。もう記憶が混濁してるわ。でっかい壺でしょ。ん？でっかい壺でしょ。うん。ごめん、ちょっと水飲んでた。うん。見えない？出た。でも結構侵入されんね。うん、やりたいけどな。侵入倒したら結構もらえるで、ソウル。まあ大人好きって好きやけどね。うん、なんかいいアイテムやった、この先。いや、残り火ぐらい、うんうん、ごめん、今潰しちゃった、何？ん？そのまま走ってくって。ああ。
さっきアイテム取ったんかなと思って。上のは取ってない。つぶやがるわ。あ、上装備やった、そういや。めっちゃ来られてる。行って行って。ん？見えねえ。あ、上？ここ。え、どう登るんですか？あ、どう登るんだ。まず行けんかね、登れんのかよ。そこ？登れる登れる。いや、見えねえ。ん？西の？ここここ。モルさん。え、どこ？待って。上見て、上見て。上？あ、オッケーオッケー。ほほほ。あれ、これあっちは？もうちょっと見えるんだけど。あ、分からん。取らんかった私。中のか、あれ。中のか。あ、上？もしかして。いや、多分なんか建物の中にある。建物の中かな、これ。行くぞ。取れんな。いや、声あるよ。飛んでるやん。行くよ。うん。でも、こんだけ何もないとかありえるか。ありえるか。うん。こっちは？こっちボス？左は？こっちボスじゃない。ボス？開けといて。開けとけ。こっちがかがり火の可能性は？こっちかがり火じゃなかったと思う。後にする、これ。でもここあれだろ、もうこれなくなるんじゃない？え？違うでしょ？あー、やっぱここ見たわ。ここだわ。かがり火ではないよね。ここだわ。壺どっかんどっかん、ここだわ。マジで？ああ。あ、壺どっかんどっかん、ここやわ。ここだわ。え、でもこれ別にあそこでさ、木倒してもいけるよね、次、ここ。わからん。召喚して。いけると思うんだ。まだいけるはず。こっち先行っちゃう？うん。これ？こいつやんの？そう、スリーだったか。痛いんすけど。コンボ食らってるんすけど。まあ、そういうこともあるだろうね。それ、中何入ってんの？石とかも悪意しかないやん。赤い赤、うん、溶岩みたいな。この辺かな、多分指輪取れんの。プリン、プリンと緑化。炎の騎士見っけ。登るで。最悪。いや、上から火炎瓶投げられて、ああ、で、樽に引火してぶっ飛んだ。ああ、これどこ？こっちか。どこやろう？ここじゃないな、あれ？え、ここ？確かになんかかがり火あった気がする。ああ、これ下にもあったわ、そういや。ああ、下か、かがり火。下よ、下よ。下行く？先、下行く？こっち行けんくない？いけんくない？開くよ。あ、こっちから開かない。うん。どっかんぜん？おるよ。あ、下にトカゲおる。しんどけ！危ない、釣られる。SB なくなっちゃった。あ、マジ？あったー、かがり火。くれんの？待て待て、けっぺん。ててえ、水晶の音がするけど水晶見えんけど。下
これが最後だったよ、多分。かがり火？うん、これ全部、これ全部だったと思う、多分。うん。どうやって上がるんかい？こっちかい？あとこっちか。ああ、この辺やった気がするな。行くで。うん。うわ、ファック！あ、ここじゃね？でもこれで。あ、待って、ここ、ここ、ここ。ここなんかおった、確か。コルニクス。あれ倒す前じゃなかったっけ？それおんの。ちょっとこの私。ハンドアクス。コペルニクス？なんとかコルニクス。遅れた。ん？でこれ。弓矢ってあったっけ？なんか上にダガ投げダガあったっけ？投げナイフ？ああ投げナイフどこだ？あ、あったあった。え、どこ狙ってんのこれ？投げナイフってどこどうやってないんだこれ。どう、このぐらい敵おるんやったらロックオン。おらんのよ。どこ投げてんのこれ。うん、はい、全部なくなった。さてろ、この夜全然関係ない。行こっか。あ、これアイテムな。そう、アイテム。ちょっと待って、やってみようか。俺めっちゃ、ね、めっちゃ空の方投げちゃったわ。どうやってセットするのこれ。ええや。諦めたー。行きますよ。一回戻っていい？どこへ？え？ボス行くんやったら。あ、うん、ええよ。何だっけもう。SB あと1個やねんな。ちょっと不安。じゃあ下回しするか、そこの。つか、蹴ろか。うん。はいや。開けるかでねえよ。開けるんか。よいしょ。よいしょ。ザック崖下？集合場所にする？私行ってない、そこ。そもそもあれだ。まあ、とりあえずあれだわ。ん？ボロ橋のたもとを移動して、見えるかどうかよ。見んかったらまあ。そうね。出してみて。いや、見てってない。出してみて。あ、俺出すの。見えんかったらアウトでしょ。うん。俺出さな。いや、一休先生が出してもいい、ね、いや、今試してみたらいいやん。見えるかどうかだ。まあ、とりあえず出した。せっかく来たんやし。やっちゃったかな、やっちゃったかな。もう2と3が混濁しててさ。どっちがどっちだみたいになってた。見えへん。アウト。最悪。一人でいかんの。難しい。これは中目だな。一人でいかんのかん。出してるよ。うん。ってか、ここじゃなくてよくね。何が？あ、そっか。ここしかないんか。ここしかないんや、そう。一人で行けって、行こうか。いやいやいや、いや、もう一つの方でいいじゃんと思ったら、もう一つの手が発生しなかったんですよ。うん、やっぱパッとしちゃっていこう。あ、どうしよう。どうなんだろう。一応あっちの先見とくか。何があるか見とって、いいもんなかったら別に放置していいってことだろ。いや、もういいもんあるって分かってる。多分指輪もそこやし、NBC もそこやし。見えてる？あれ？あ、召喚できてなかった、ごめん。来ねえな、またトラブルかなと思ったら俺が押してなかったわけだった。うん。終わりとか。
ああ、慣れたら簡単かな。何が？ユタイロ。ジャイロ。ジャイロ、システム。ジャイロ。に？痛み。あの、エストビン気をつけて。うん。ふぅ。もう眠た。こんばんは。稲荷さん、こんばんは。昨日に続きかな。やばいやばいやばい。多すぎ多すぎ多すぎ、やばい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 、もう使いたくない。私これ前もやった気がする。何回目もどことか歩いていって、結局さ、さっきのあのかがり火あるじゃん、最後に見つけた気が、うん、最後に見つけた気がするもんだって。うん、私そこ多分最初触れへんかったんの。ほんで NPC もやってないね、多分マジ。ここさっき やっちゃってんで、ボルさんの時に気づいて、うん、そんな感じだった気する。いくよ。うん、最悪。ほらほら、倒さんと先に。あ、当たるんかい。撃退してくれや。入れんがな。出した出した。おまきちを殴れ。途端にゆるキャラ化すんな。ゆるい？玉キャラ。あったあった。やべ。玉吉。こんなんだって完全に寝ろてるよな。うん、すいません。うわ、ひょん。ドカーン。じわじわなって、ここじゃねえのか。どこじゃ。背中。これか。下がってる。で、これ通らんの。足。痛い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 。どこんでけ。見えへんで。あの足の中、足首みたいなところか。足首で太もも。チャンスチャンス、タムタム狙え、タムタム狙え。で最後にもう一度玉吉。リーチが立ってないもん。ででででででで。死んでも死んでも、ムロさん頑張って。頑張って。ほんと。あ、死にも。逃げとって逃げとって。いけそう？ちょっと待って。いけると思うけど。うん。ここに3発。あと1発。あと2発。いいとこだけもらいに行く。ガレ！なんで来るんや、あかんやそれ。
しんどい。危ないから。危ないから、まあ。死ぬキャラ見れば。バイバイ。バイバイ。どうすんない？あそこ。連れてくるわ、かがり火。あ。よいしょ。じゃあ俺も一人住みよっか。あそこ。そうだね。うん。時間もないし。効率的に行きましょう。ただあそこ結構めんどくさいよね。なんか武器ないかな。武器決めてねえから強化できなーい。人でええやん。ダメ敵とは。さあ、不死の遺骨手に入れてないよね。うん。マッツ ウィップ持ってる。ウィップ、こっちこっち違う。ローズウィップ、ローズウィップ。よいしょ、行こか。やだな、一人であそこ怖いね。嘘つけ。なんでよ。バッタバッタ泣き倒す、泣き倒すくせに。そのほうが使えん。本当お、あ、そっか、戻られへんやん、これ。最悪、何のためのかがり火やねん。ブズ部屋から戻ろうと思ったら。あ、戻れん、それ。扉に問題ありだ、それ。トントントン。お疲れ様でした。いや、ちょっと待って。これどっちみちあれがーだよね、これ。あの、アイテムなんなんやろ。酸っぱいブドウの観点からいくとあんまりいいアイテムじゃない。何の観点って？酸っぱいブドウ。酸っぱいブドウの観点。自分の手に入らないやつはまずいんだみたいなやつじゃない。うん、よこせ。行けばよかった、こっち。うん、さすがにちょっと スムーズに行き過ぎたね。うん、ボス部屋を見た後入ってしまうみたいな、うん、あるよね、ちょっと。とりあえず。ミキちゃん。ゴロン。すぐひっくり返るな、ほんま。うちの犬やな、完全に。ミキチ。お客さんにもやりよるからね、あいつ。お客さんにもやりよる。え、私だけしてほしいって。いや、そうじゃなくて、欠かすなっていう。お腹を。うん。お腹は弱点やぞ。お腹とか、お股とか、ポリポリして。弱点やぞ。うん。嘘は嘘は嘘は嘘そう、もうファック出てしまった。ファック何件出た？ファック何件出た？死んだ？死んだ。死にゲーなんで、この絵。いや、今のあかんわ。
おい、やばいことになってるが。どうしたこれ、トレインしたらまずいよな、多分。指輪どこやったんけなぁ。ててだって、これ投げてきたんや。やる、来た。何やったっけ、さっきのあのボスのとこあったやんか。うん、あのボスのとこ、うんうん、あのボスのとこ何、あのボスのところって先なかったよね。何よ、なんかもうマッシュルーム坊や来たぞ。なんてマッシュルーム坊や、名前忘れたけど。何それ。フェマッシュルームみたいな装備です。あ、マッシュルーム。玉ねぎね。玉ねぎ。ジークマイヤーさん。ジークマイヤーさんやったっけ。あ、おるわ、まだ LPC。おる、やったよ。コルニクス。古い呪術師か。で、これ確か入れ違いだったような気がする。ハンドオックスから当てて、こうやって、これ覚えてるぞ。こうすると上から降りてきて、どうなんよ、で、これで踏むじゃん、って上がれるんよ。チーズなんか言うてる。どうなんよ、って。そうなんよ。うん、でもないかも。さっきのとこ出せばいい？さ、え、まだ、え、組めんじゃろ、ここ、ここ、公園にゃ。え？え？そうなの？うん。組めんじゃろ？あ、組めんじゃろ。次のとこ行かんと。そういうこと？そう、だって見えんかったよ。え、一個前はね、ここでも無理？無理。わかる？絶対？絶対的な自信はないけども。え、どうやって行くんだって、これ。まっすぐ行く。あー、はいはいはい。橋渡って。そう。それな。ここね。よし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 。ジークフィリオさん。ジークフィリオ。あれどこ行った、あれどこ行った、逆？あ、いたいた。このさ、地下っぽいとこ行った？地下っぽいところまだ、うん、まだネズミがおるんか、ここ。あの中におる。どうしよう、デーモンと戦おうかな。デーモンさん、デーモン今戦うの別にいいんだよな。ネズミを越えて、ネズミを越えてもう合流する？うん。一番近いところで合流しよう。あ、行くぜ、危なかったら逃げよう。あと、アイテムのコッペン、コッペン。よしよし。行くぞ。ついてこい、ジーク。あれ、どこ行った？あれ、ジーコンがあったっけ、あれ。ゴミクズ。喧嘩っぽい。橋渡ったとこやんな。ここなんか迷ったよね、確か。待って。迷わんかった。待って。じゃあの。じゃあの敵に。
てん。あ、ちょっと待ってちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ジャーナできんかった、高速ジャーナ。くそー、やばい。ジャーナしましたね。ジャーナ、あ、なんかおる、誰。くそ、いや、マジジャーナしてしまった。もう一回もう一回。トレインに成功するかな。トレイン、トレイン、バックバック。おっと、見えない見えない見えない。おーい、おーい、おーい、やばい、危ない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 。これ扉何か、ガチトレイン、ガチトレインしてる、ガチトレインしてる。上がり目やった、そこない。上だ上だ上だ、せかせか。ちょっとちょっと待って、ちょっとちょっと待って、あ、行っちゃった、行っちゃった。あ、肉まやさん座っとる、肉まや、それ立っとる、肉まや立っとる、肉まや。ジークバルドさんや、ジークハルドか。難儀してる。あ、難儀って使う、あんまり使わん。あ、やっちゃった、ジークマイヤーさん死んじゃった。なんで、デーモンに襲われて死んじゃった。ん、残念。で、これジャーノ、ジークマイヤーさんの装備取れちゃった、もう死んだから。うん、これ下行っちゃってるけど大丈夫なんかな。下でいい、下でいい、下でいいの。うん、上がり火はめっちゃ重、上がり火は、ちょっと待って、なんだ、ちょっと待って、もう距離が有効だ。ん、うわ、なんかおるよ、こっちより。青いやつは強いぞ、青いやつじゃなくて、うん、青いやつ、あいつやった、やってない、あいつ強いぞ。それ青いやつ無視した方が良かったはず。無視していいの。うん、無視して奥、奥進む、奥進む、奥進む、したらカルビやったはず。あの、こいつか、あの、ショコにもるやつね。そう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 、ラストのショコにもる、ショコだっけ、ラスト。うん、めっちゃトレインしてる、後で戦おう。戻れるかね、それ、あれで戻れる、空いてる、やば、やば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 、それ大丈夫、大丈夫、それ大丈夫、危な、こいつあれちゃん、イルシールの直剣か、さあ、そう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 、弱いやん。え、マジ、フロストバイトエンジン、やばい、フロストバイトエンジンはゲームのエンジン、ほんまに、ほんまに、やばいやばいやばい、あのね、コンボ食らったら結構強いけど、でも割と体力は低いよ。はい、終わり、死ぬから、俺死ぬから。あ、モーターモーター、イエイね、これもしかして強力、どうしよう、出せばいい？うん、あ、違う、ダメ、あ、無理やね、あれ？ライ白のあれ使えんど？なんで？まだ先か？うん、ちょっと先じゃない、ちょっと待って、じゃあ、じゃあ、こいつ殺すわ。あ、ここか、きっしょ、もう嫌いや、ここ、ちょっと、ちょっとこいつしばっか、社会の仕組み叩き込む、もう鳥、鳥でしょ、鳥、キエーって言って、鳥になるやつらでしょ。あー、おった、おった、そんな嫌いじゃん、クリミナル前やったら、あ、すぐ死ぬ。まあ入ってこれるんだ、知ってるよ。ザコスケじゃん。そうよ。ザコ太郎。
まあちょっと悪さしたんだが俺今追ってこれんとこ、追ってこれんとこまで出てから薬飲んで戻るっていう完璧。え、こんなこんなやできんかったっけ。ふい、ですね。うわ、毒気象。これ進めちゃっていいんかな。いや、まだ俺あれ立てれんわ。うん、そこ立てれんね。うん。うわ、結構いい。どうしよう、行ってんかな。どこ行けんやん、これ。全然覚えてない。あ、うおいおいおい、リチナガ、リチナガ、はい、ファックー。落ちてる熱い。うわ、なんかおる。ちょっと待ち待ちがいいんかやっぱり。え、なんか裸の女の人おる。え、どこ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 こいつなんか見たな。やべえ。やばい、コンボやばい。今の子はそんな振りました。行きません。ふざけんなお前。何匹来てんの。よし、肉立ち包丁。ほんまよこんなやるの。まずノーダメージ。え、こっちで合ってんのかな。これ全然覚えてないわ。いや俺も知らん。え、この先何がある。指輪があるけど骸骨が必要だ。あー、どこやが。上かな、一旦上行くんか、もしかして。3、4あり。1、2、3あり。4、5行こう、ここはねえぞ。おめえやん。上から。止め？ほっ。ん？止め？おめえや。おめえや。あ。おめえだ。おめえか。一二三四。オッケー。いい感じ。
あ、上がり来た。あ、覚えてる、ここを。どれにしていいんか。なんか、二人おる。こんにちは。木の導きをあらんこと。木の導きのあらんこと。あ、ごめん、違う違う、うわ、最悪、侵入された。マジ？お前、やめろよ。ねえ、ちょっと、かがり火触れさせてよ。触れんのかよ、それ。ん？一回触れたから大丈夫やけど。うん。まあ。めんどくさいやん。闇霊に、スコア渡してくださいね。ねえ。無理すま。これだ。いけたいけた。アボルさん出してよ。じゃあの。あがり瓶とこ。あれ待って。待って、あれ彼触れんのっけ。あれ、ん、連れてきてんじゃん。え、連れてきてたらダメだっけ。あ、来た。アボルさん、なんとかそこら辺でサイン出して。さ、出した。体力も全開。うわ、ラグこの人。めっちゃラグい人来た。何仲間？青？うん、うん、敵敵。ラグくて、殴られへん。俺のサインだけやってくれたら。見えてないね、今。残り日は？残り日。せっこお前それ、NPC の横。お、強っ。両手持ち、かっけえ。俺出してる。ロマン、見えない。どの辺？ま、もう代わりに真横。見えへんわ。なぞいねお前。そうそうそう。無理やわそれ。こっちのさ攻撃通らんのに敵だけ通る。ちょっと引くよ。わけわからんところでバックスタブ入る。ムカつく。出せばいい私。そうする？ええよ。うん。よいしょ。出した。あ、ホルさんも侵入されるかもね。でも残り日使ってなくね。つまり。池先生は残り日は？ないよ、死んだから。使う？どっちでもいいよ。使うよ、じゃあ。マジか。あ、いなくなった、あの人たち。複数、うん、2人組いるやろ。2人組に入ってきたん。あ、おるおる。違う違う、 NPC NPC おる。うん、1回、うん、1回ロード挟まったら消えた。うわー、マジスムーズやん。うん、こっちだっけ。こっちみんな玉ねぎ。
え、もう武器あれな、あの強化したもん、せえけど2回まで、2までプラ2まで強化してる。まあ序盤までこれで。めんどくさかったよね、確か。あんまり覚えてない。なんか広くて、そこ敵いっぱいおって、しかも毒沼やった気がする。あ、毒沼もうちょっと先じゃない。マジ？はい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 、ポイズンポイズン。ポイズン。ポイズン。世の中。うん。あれもう多分通じん。マジで？リアルタイムで見よった？うん、私リアルタイムで見よった。ソリマチ。ソリマチ。被った。マジあれ以降ソリマチ全然見んよね。あれ以降ってことはないけど、最近見んよね全然。あれがもうなんか最盛期だったね、ライノってレベルね。うん。とりあえず進むよ。パック。でも何この紫。この紫ない。紫って何？毒じゃない。違う。紫の霊。何これ。紫の霊？あん。え、なんだそれ。この霊体は狂っています。それでも召喚しますかって。これ何？これあれ？それあれやで。敵待ち？タイマーやタイマー。今持って何してんこの人ら。分からん。俺が引きたい。降りた？降りたよ。これなんかいない？ここ十字架おる。降りたゆえや。降りたよ。ゆえや。降りたよ。ゆえや。S3ケラミッケ。ゆえや。こっち帰るぞ。こっち強かった。確か。あ、しかもこれまた背中になんか積んでるから、こっちのハバクサバ入らない。つまりこの論調でいくとモンタはバクサバ入らない。今ちょっと聞き逃したけど、ソリマチいつから見なくなったって？あ、ソリマチあれ行こう、ポイズン行こう。あんまりなんか。ポイズン以降は多分出てるけど、結婚したの日だっけ。ポイズン後やろ。だってあれで知り合ったんじゃない。うん、なんかあれ以降か。片方は人気、あの有名なやり。あー、ここー覚えてる。侵入された。相棒にがっつり出てますが。あ、ほんまや、相棒に出てる。え、で最近の話じゃなくて、相棒ずっと出てた。最近。いや、最近は出てるけど、うん、一時期見なくなったって話じゃなかった今。一時期見なくなって、相棒で久しぶりに見た。ここ、ボウさん。ボウさん。あ、待って。ボウさんやばい。あ、やったよ。マジ？ボウさんやばい。ボウさん見た。そう。相棒に出てるわ。あ、ほんまや。え、こんなとこにおもむろに置いてあった。かがり火が。おもむろなかがり火。あ、今いかん。相棒出てると他のもの出れなくなるっぽいですしね。え、相棒出てると他のものに出れない？なんでそりゃ。え、そう。世界観のあれ？わしのドラマに出さしちゃるけ、他のは出さっけんけどみたいなやつ。え、そうなの？え、じゃん。シゲさんがちょっと、あの相棒出てると他のものに出れないって言ってる。いや、もしかしたら契約上そんな縛りがあるんかも。へぇ、確かにミッチーあんま他のに出てない。あれどこ行った？俺の足取り追って。分からんくなるから急にどっか行かんとって。ここ？こっちか、こっちか。成宮なんとかってやめたんやんな。そう。あの文書に縛られて。文書だっけ、どうしたっけ。なんでやめたんっけ。やめたっけ。忘れちゃった。あの何回ね、思考ばらされたんじゃなかったっけ。違ったっけ。え、でも有名じゃない。いや、それ表に出てなかっただけで公言してなかったじゃない。
あ、そうなんや。それバレるとバレんか全然大きな違いやね。そんなん別にね、薬中からの今時って感じやけど気にしてんかも。薬中だったっけ、薬中でだったっけ。ああ、なんかそれ系や多分ですね。つーか俺ダークソウルのさ、あのあれミスって、うん、メッセージ出てないの、これ見てないの。そんな立てて守れるとでも、落ちるな。落ちるってか言え。検査逃げるために引退して逃亡。検査逃げるために引退して逃亡。はあ、そんなこともありましたね。そうなんや。そこまで知らなんの。なんかそれ系のスキャンダルがあって、もうやめるわってなったんかと思ってた。そんなデマ流されるんだったら僕やめるみたいな感じかと思ってた。まあちょっとあんまり追ってない。もう1年経つよね。だから結構前な気がする。うん、お、あ、カニ、そう強い人たち動けるデブ全然減らねえ。お前それゴリ押ししてくんなっつーの。ガチガチ強人がもうすごいことになってますね。あなたあなた、ちょっと待って。今は店に戻ってきてインスタで活躍中。インスタで活躍中。そうなんや。何載せんの？インスタグラムに猫とか載せてんの？あ、死ぬ。それがち。そんなん言ってたら死ぬ。でもやったんあれ。寝てない。いや、なんかすんごい粘着してさ、ブンブンしてくるから。ワン。こいつ。丸太持ってんね、こいつ。強すぎん。クラブ。グレートクラブ。やれ。やれ！ナイスー。うまいやん。パルパルパル。ちょちょ入る。ちょバルバル。お前、早くすんな。進行筋力か、こいつ。グレートクラブ取った。エストビンなくなっちゃった。もうそろそろあれよ。ここだ、ここかな。ここでなんか足のはしごがあって、はしごの下がかがり火なんですよ。じゃあ、ここまで。ホスト入れ替わる？なんだここ。あかんのくね？アイテムありますようなやつや。どうやって行くのかなか。うん。こっからまっすぐどこ行けなかったか、まっすぐ行けなかったっけ。手しびれてきた。降りるか、降りるぞ。ふぅー。カービィなかったっけ、カービィだったと思うけど、あ、そうそう。いやー、やってくれる。うん、優しい。うん、優しい。これほんまにちょっとやばいな。ほんまに本見嘘になる。危ないね。なんで？いやいや、何々くん優しいって言うのる。ああ、どこあるよね、それ。あるある。どこ、ね、うん、池に。一番最初池に。池にかな、これ。違う、道半ば。ファーク、今確認したみて。ちょっとあのレベルアップしてこん。何番あるよ。2万3000。ためすぎ。912。ためすぎ。年のどこ湧いた。やばい、ちょっと夏にかかってるから。うん。喉の渇きが。ひどいわ。え？部屋今、これ。部屋今27だよ、そ。は？なんでそんな暑いん？わからん、俺が聞きたい。なんかすごい、あれ部屋暑なるよね。暑なる。夏場もそうやし。夏場32度。
危ないで。コンクリコンクリ。家が。ああ。うちもコンクリやけど。違うでしょ。違うでしょ。うちもコンクリやね。まあそういう言い方もできるが。なんかやることあるっけ。Sのかけら取った。取った？まだ行ってないか、そこまで。え、あったっけ？まあいいや。あ、このマイク近いな。え、そうでカチャカチャ言うてるかも。カチャカチャ言ってるけど。うん。そんな気になるある。うん。じゃあいいや。オッケー。ちょうどこの足のところに置くか、うん、上に置くかするから。うん。近くなっちゃう、足のとこ置いた場合は。ああバルバルってなる。うん。足の時はバルバルじゃないけど。円盤行こう。読めんかった。あれ俺さ、今、はい、あ道中は出んやの。うん。カキカキ。道中は。体力がしてないと装備できないでしょ、これ。70超えたらやばいよね、確か。70だっけ。うん。あ、そうや、フリン取ってない。せっかく装備軽くしてるのに。やったモルさんの写真、玉ねぎになってるでしょう。玉ねぎ、角度によってはちょろっと見えるはずだね。玉ねぎ、結構重い。重いよ。うん、待たせたな。さあ行きましょう。あれ俺 SB8 だわ。なんで腕かな。なんでどこで取ったん。いや4よ。今あの半分で4だけど、ここで取ったん。ここで1個ある。それやったん。それやったけど、それ以外にどっから取った。どういう意味。ここのマップで1個、一つ前のどっかで1個。私7やから。あ、今7だったらおかしくないね。じゃあこれ取れるから、うん、おかしくない。なんだろう、武器決めて強化したいな、これ。落ちてる。ドンド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 ドン。生きりキノコ。キノコだな、これ。キノコじゃねえ。イソキンチャク。もっかな。うわー、ポイズン。でも猛毒じゃないから、そんな。まあね。でもすごい直したくなる。まあ、なっちゃったけど、うん。状態以上あんま好きくないけど。さっき携帯なんか慣れたな。よっしゃ。ワンワン。うお、それあかん。でそれ見た。モモロの鏡。うん。シュシュシュ。またおるやんけお前。見えんのよ、見えんの。マジモンスターハンター。気持ち悪い音出すな。当て心ぞ。上から落ちるなっつん。
死ぬ死ぬ。あかんかんかん。あかん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 。誰してんぞ。もう来んなって、お前何来んねん。いでで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 。ワンみんなこっち来る。ワンチガキ。ファンやんそれ。ハンマー攻撃してこんはず。と思うでしょう。振り合いたいんですよ。ん？振り合いたい。振り合いたい。うん。まず。こっちかな。じゃあいてまった？エストビンの消費が激しい。パック？パック？あ、パック？いやいや俺一人で。ダメ食らってた。通称トカゲいる。どこ行った？どこに？ちょっと見たの。下も結構あるなアイテム。どこに行こう、うん？こっちかな。こっちこっち。こっちトカゲ。よろしいか？レッツゴー。右からドーン。結晶武器とかって強いんか？分からん。使ったことないけど。結晶武器ってはソウが使うやつだっけ？あ？どこ行くん？上上。なんか連れてる気がする。一通でーす。行ってくださーい。スラトと多分結構痛いで。うん、痛い痛い。めっちゃ痛いよ。杖で殴ろうとしてくるやん。あ、そう結構。ペコンって。エストビンがなくなった。なんて？エストビンがなくなった。エストビンがなくなった。しかも誰か光った。キル。あ、危ない。あの2匹と戦える余力がない。うん、一回戻ろう。犠牲の指輪。嫌な音したんですけど。わあ、はいはい。あ、戻っちゃった。逃げるな！はぁ！かがり目、かがり目で戻るんだ。え？道わからんが。なんてことだ。え、真ん中の？真ん中の、真ん中の。あ、そうそう。え、わからんくなった。どうしよう。貼り付けの森？青の守護者まで来た。私の世界で戦わないで、みんな。逃げろ。一応、召喚のサインは立ってたけど、どこわからんかもわからんね。ちょっと待って。わからない、わからない。ここだ。私も言うて、ストビンちょっとしかないねんな。まずに。あ、来たよ。来た、ある。かかり目近くあるはず。本当に？あ、ない。あるんよ。おる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 。かかり目。もう一回出し直して。もう一回出し直して。かかり火、壁かかり火から50センチ。出てない。あ、青の人が死んだ。え？犬転が来た。犬転が俺出したまんま、出したまんま、うん、出したまんま。いいなぁ。1個目やんな。2個目か。貼り付けの森ね。うん、どこがいいんだ。どこがいいんだ。かがり見えとんか。え、かがり見にいる。俺もおる。わかんない、出えへん。コンボラ。もう帰った。めんどくさいってマジで。めっちゃ侵入してくるやん。
乗り離れたくないしな。ではもうアイテム収集しながら敵探そう。めんどくさいな、ね、音展開ほら。うん、ちょっとなんかしとって。はい、あ、そうだ、牛型の戦ってこよう。離れても大丈夫？うん、いいよ。お前ひどせこいぞそれは。最低おめえ。うわあ、やめろー。できるだけ近くで死ぬ。オッケー。飲み物取ってくる。はい。はあ。オッケー。よし。オッケー。あららら。ら、武器調べるまで何も作れねえよ。あはだ、そう。猛者狩りの体験ボール、アルストのより。あ、槍よりか、今の指輪でいいな、どんぐらい隠すのか知らんけど。あのソウル遠征してきた。うん、攻撃が連続するとヒットポイント回復する。でもクソしょぼかった気がする。どこ行け。真ん中先のところ。どうなったの？うざかった？ん？探しに行ってさ、うん、ザコと敵対してるところを後ろから狙ってきた。そしたらさ、え？あ、そうそうそうだね。くるくるなってないよ、全然なってない。あ、まあこの時間はそうだろ、うん、この時間になれたらマジ分だけよ、うん、踊りやすどれよ。なんて踊りやすどれよどうなったんだこれ。踊りやーって、うん、よどうだろうね。なんでそんなにぼかさん行きましょう。どうだよこれ、行く必要あるの？ここ、さっきのところ、ここ知らねえ。と言いつつ、行ってる。おっと、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 こういうのやばいよね。うん、
きょうひきょう。なんかあると思ったな。異端の杖。あ？異端の杖？チャンネル登録ありがとうございます。っていうかこれダメだ。ちょっと待って。ちょっと戻してくる。うん。何なの？これでいいんだっけ？これでいいはず。犬が泳いどるのに泳いどる見えんし。うん。これでも犬見える。犬も見えるし、チャットも見える。やったね。バックサブより殴るの早いつつある。ちょっと、上行くよ。俺にとってね。うん。パイプしてった。ほんとに。そうそう、ここでおったよ、ここで、そういや。TK 通過。侵入者が初めてこうやって体験持ったやつ戦ったよね。そんな思い出の字なんか。そうそうそう、いてでかいでかい。よけたよけたよけた。危ない、それ危ない。誰がチャンネル登録したか分からなかった。わお、何もなし？チャンネル登録。サンクスサンクス。あ、ここボス。あいつ。マジの。ボス行ったらまずいんじゃない？うん、探索しようや。あ。優しい。一休さん優しい。あ、重ねてこんかった。あれ、お。何？あ、どれ？微妙に回復してる。うん。ちょっと先生、ごめん。え？どうやってるのこれ？あ？ここにアイテムある。ここ？ここ。降りるやん。降りますね。なるほどねー。あ、もしかして、生きてた時、下水の指輪さっき使った？うん、使ってない。使ってない。そんなことで使わんよ。マジか。これ結局これどこに残る、うん、残るんだよね。カニさんとしばけよ。それ2じゃない、残るの。え、犠牲の病ってこ、あの、壊れるじゃなかったっけ、あの、ソウルなくさんけど。うん。うん、え、あ、そういうこと、うん。なんか2は修理効くみたいな誰か言ってなかったっけ。あ、そう、2は修理効く。だから、あの、それに気づいた人はもう緊張感なくなるみたいな。見てます。うん、出た。出たってない大事やろうが。兄貴ち。あ、おい、こいつ感知してくるぞ。キヨ。ブクブク。まあ、ポケモンかよ。クラブやっけ。いや、おっしゃる。他人のポケモン。俺あのワンしかやってないし。いや、ワンやし。え、たまにこれ引っ張れてんの。クラブが、クラブやったかもね。カニなんかいたか。あ、死んでれ。カニいたよ。アイテム落とすやびみ。泡を吹くとか。あったね。逃げるやつ。ザリガーニみたいな。え、違う。マラドーナみたいな。なんだっけ。なんかおったね。なんかあの。これこれ、これあれ。これ、これあれ。カニ死んでから。NPC ね、わかるよ。さすがにわかるよ。マジ。おいおい、マジかマジかマジか。音がしまう、音がしまう。トルネードスピンアタック。ぐる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 。くそ、キモいな、こいつら。これなんか元潜ってね。
うん、右マウスにしたらそれなる、そうなるやん。まあでも右マウス続けようでも。来た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 、キノコ。どこ？は、ワールキャンセルすんなおい。まず、あ、何や。何や。壊れ。ダークスピリットデストロイド。ヘンゼル、ヘイゼルのツルハシ。パリ狙ってみようかな。むずいで。マジ？私未だに上手くない。俺だったら何でもできるとかない。できんちゃん。まあ。かわしてないででもアウトやろ。ボルさんも何でもできるよ。ありがとう。言わした感。言わされてないよ。ほんと？うん。半笑い。右笑い。右笑いじゃない。右回し。あ、一人できる。一人できる。右回し。一生真ん中に飛びつかんやん。そうそうなの、ね、右回しと左回しの弱点は真ん中にね、階段があった場合にもう一生ハムスターしまうことの問題。アホやん、ただの。そう、真ん中にね、階段作るやつが悪い。アホの子。誰かじゃ。あ、キーかと思いきや、人。人ではない、モンスター、モンスター。そうなん？これは認めよう、この服。こんな人だと思ってもいいよ。はいはいはい。どこやめろ、どこ。吹いてる？うん。あ、これも右回し、もうたどり着いてしまったんだな、これ。真ん中。真ん中行く？真ん中行かん。他のアイテム取れん。クラッチョンかよ、これ。クラッチョン。食らっているのでしょうか、標準語。言ってたら思うけど言わんやろ、そんな食らっているのでしょうかって。うん、そうそう。罠入って、罠入ってんよ。もう少し、もうちょいワニが出て、ワニじゃない、カニが出てきそう。でかいカニが後ろおるやん。え、マジ？あ、これでかいカニじゃない、これ。でかい。え、後ろおるやん。ほら、来た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 、ファックファック。美味しくなさそうなカニ。なんかあの、でかい野菜とかまずいって言うじゃん。そうなん？うん。でかい野菜？あ、でかい野菜。いや、これ野菜じゃないけどね。うん。え？え、何？だから、あ、そのリアルの話？うん、うん。でかい野菜って、その、例えば人参やったら大きいのよりちっちゃいの選ぶみたいな、そういうこと？そうそうそう、その選べるとまで言うけど、でかいのは美味しくないらしいね。小さいのが美味しいと言うけど。うん。え？どっか来たのか忘れちゃった。それでカニがでかいから美味しくないって。そうそう。じゃあこのちっちゃいカニは美味しそう。美味しそう、美味しそう。マジか。うま、ん、みが詰まってそうじゃんっていう流れは言いたかったんだけど、もうどうでもいいや。カニ味噌好き？あんまり。まあ、身はね、結構いいけど。あ、そうもの盾。そうもの盾、うん、ここで手に入るんか。そうもの盾ってあれね、確かあのスタミナが早いよみたいな。な、体がなんか緑でピカピカってなるですよね。うん、シューってなるやつ。こっちは？行ってみるか。うわ、本当にこれダールショックフォー君。ちょっと、ジャイロ。マジジャイロ。じゃあ行こう。もうこの俺が、ちゃんとか、あの、コントラボ制してない。あ、そこ強いの俺で。マジ？うん、俺と違う強い。うわぁ、ほんまや。俺とどっちが強い？からの、ほんまやカーソルこれ。あの、Xbox のフォントラにもさ、右スティックあるよ、うん、右スティックあるよ。右スティック押し込みでさ、ロックじゃん。うん、敵の切り替えどうよ。俺、右左でなかなかいかんのだけど。え、普通に行くけど。行く？うん、行かんかったら自動にしといたらええんちゃん。自動にすると
自撮りすると複数敵がいる場合にパッて切り替わる。でも見せると、うん、細い道とかで勝手に切り替わって、うん、方向感覚がずれちゃってヒュルッと落ちたりする。高いとこから。ははは。はな、な、まあ狭いな。あんま自動が好きじゃない。自動好きじゃない。うん。で、うん、信用ならんから機械が。そうなんや。言ってかこれ。うん。いや、あ、あれ倒したっけ。アイテムあるわ。いや、それだって俺の世界じゃん。それ俺の世界か。俺の世界か、俺が世界かよくわからんけど、アイテムあると。放射やね。はい、アイテムあるぞって言われても私取れへんし。ちょっとさっきのとこ行ってみろ。さっき何だっけ。行くぞ。俺が世界。本日のワンキッシュ。またや、また開かないぞ。行ってないねんし。私はもうここ。どこ？どこ行った？ん？多分行ってるであろうところに。来てない来てない。な、何や、なんかすごい、なんか大物、なすごい大物感じてるけど。あれ忘れた。ローリング。ミヤマの腕相撲探そう動画。そのニヤかっこいい俺が見に行けん、ちょっと。うん。でん、おさちゃん。ウサちゃんうぜえ。これウサちゃんか。これウサちゃんの世界か。確かラスの方俺ウサちゃんにクソ苦しめられたんだけど。ウサちゃん強いよね。ウサちゃんなんかめっちゃね、重い弓矢を飛ばしてくるじゃん。うわっ。えは、ウサちゃん強いよね。ウサちゃん強い。うわ、ボケこれ。やばいやばいやばい。あ、ええ、ううとかやる。ううとかやる。死んだ。いや、マジ死んでない。マジ死んでないけど死ぬ。ファックファック。頑張れー。うわ、バカ。死んだ。一応落としちゃった。1万円大丈夫。取りに行っていい。ダメ。いいよ、出せばいいじゃん。わらわら。ウサちゃん、ウサちゃんクソ強い。てか俺さ、これあれ意味ないね、これ正直。あの、なんだっけ、俺が言いたいのは何だっけ、障害物関係なしやん。うん、起こした。起こした。あ、起こしたってか、あの、なんか残り見つかった。パッパン出してる。くそ、マジか。あ、かっこいい装備。なんだそれ。マジかよ、もう。くそ、ウサちゃんマジ強いとか言ったらほんまに強かった。ドゥドゥンってやられたんすよ。あ、俺もドゥドゥンドゥンって逃げずにドゥンだったよ。クソうざ。なにこれ、なにこの装備。なんかこれ、ね、なにカメや。見て見て。あ、見て見てやる。え、なに、待って、カメ。ほんまや、背中ね。うん、ああ、悟空さじゃ。これ誰かな、巡礼者のかも、ね、同じかな。かもね。着る人によってこんなに違うんだ。さっきなんかこんなんで、こんなんで、大物感出てた、この、この、うん、あ、やばいやつおる、うん、ちょ待って、ロック2匹はしんどい、2匹はしんどい。待たせたな。まあ、しばけじゃない。違う、ロック。それじゃないんだよな。どこから逃げ回ってる私。嫌じゃ、もう嫌じゃ。無視か、行くぞ。そこに俺のソウルがある。おそらくカニは入ってこれます。ウサちゃん殺しするか。ウサちゃん殺しってなんかダメ。殺さち一級さん無理。ファック。うなぎ、ね、めちゃくちゃスタミナ持ってかれる、こいつ盾で構えたら。フェイントね。あの、あれやな、ローリングで後ろ回り込んだ方がいいわ。ドゥーン。いや、違う、来てない。
危なげない。あとは殴るだけ。雑魚雑魚。ここで傭兵のソート。残り水無駄使っちゃったけど、ファランの種火、ファランの種火って、あ確か変質強化違うな。変質強化ではないだよ。種火大事、種火大事、種火大事。右、左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 、種火大事、種火大事、種火大事。覚えてる効果。うん、変質やと思う。炎とか、あれ違うっけ。いや、炎できるよ、すでにできるからね。うん、ファラン何やろうね。鍛冶屋が関わってるのは分かるんだけど、なんだろうね。ここは入れん。ほんほん、こっち、いますか。こちらからは開かない。カニ味噌食べようぜ。カニ味噌嫌い。え、嫌いな。うん、さっきの振り方だったら好きなのかなと思ったけど。あ、そう。ああ私嫌い。ちょっと生臭いよね。カニ味噌てって感じ。ああ、グロすぎん。でん、お味噌吸ってる感。うん、ああ、カニ味噌ってなんなあれ。わからん。なんなん味噌って。筋肉繊維。いや違うじゃん。お味噌ではないよね。お味噌ではないでしょ、うん、割合すごすぎん。脳みそやったら。あ、しげさん脳みそって言ってる。え、ほんまに。やばい、知的、知的じゃん、マジ。体の容積から言ってめっちゃ脳みそでかいけど、うん。知的ってそういうことか。うん、あ、しげさんがじゃなくて。いや、しげさんも知的だけど。しげさんも知的だけど、思って。なに。あの、あれよ、何回ね。人類も、うん、あの頭、でかさ関係ないでしょ。いやいやいや、え、違う違う、現代人が一番頭でかいよ、脳みそ。あ、そうなんや。そう、知能の高さと、うん、脳みそのでかさ関係。そう、うん、脳のでかさは関係する。つまり俺脳みそはでかい。あちょっと遅かったな、今。ちょっと遅かったな。何言ってんやろと思って。うん、ちょっと曲がった、うん、なんていうかね、これディレイ、ディレイがあった。ゲってなったところがあったかな。あったゲイはちょっとあれだ、リアルギブ、リアルじゃない、ちょっとゲイは、うん、どうしよう。これってあれ、なんかあの火つけてもあるところ。うん、そうそう、3箇所。なんかアイテムあるわ。脳みそな。え、じゃあカニ頭いい。いや、わからん。いや、人類はそうだけど、カニわかんねえ。カニ人類じゃねえし。何や何や。あ、こいつやばいやつ。実際は召喚って言われてますね。カニ人類じゃないし。パワーワード。いてぇ。はい、ちょっと。ロックできん。どういった。あ、わかった。消化器官だって。実際には消化器官。脳みそって言うためには消化器官らしい。へぇ。消化管？消化管。火を消す。もうさ、理屈っぽいって言われん。何が。何かって何。あ、俺が理屈、うん、理屈っぽいって言われん。いつも言われてるね。笑ってんな。3つやったっけ、4つやったっけ。3つ、うん、3つ言うたやん、今さっき。ちょっとごめん、自動運転だった。自動嫌いなんじゃなかった。いやいや、利用できるとか利用するよ。自分は使うんや。何これ ?Xbox の真ん中のマーク押したら、うん。録画とかスクリーンショットとか出てくる。その笑いは、わかるーの笑いっぽい、俺もこの真ん中のプレスボタン押したら、あの、キーのキーコンフィグが出てくるよ。キーのキン、キーコンフィグ？うん、あの、キーの入れ、え？キーの配置入れ替えできる。うん、キーコンフィグでいいやん。キーキーコンフィグでいいやん。あ、頭痛が痛い。キーのキーコンフィグ。笑いすぎな。わらわらお腹が普通みたいなもんよ。うん、面白い。頭が痛い。頭が頭痛。
頭が頭痛。腹痛？頭痛が痛い。頭痛が痛い。頭が頭痛。頭痛が痛い。頭痛が頭。どこやねんこれ。どっちから来た俺ら。アメリカに渡米する。しかない。アメリカに渡米する。そう、それ。ああ、そういうケース。そう、それ。なんかちょっと違うかもしれんけど。キーのキー、うん、あー、まあ、似たようなもんか。キーのキーコンフィ。何ハマってんの。著作権、著作権、ポイズン。どうしよう。なんかここ、ノッポさんおらんかったっけ。なんかクッソノッポに泣かされた気がする。ノッポさん。ああ、2かな。どんなんやろ。なったっけ。このこいつ、この系しかおらんかったと思うけど。じゃあ見間違いか。どこ系かわからんわ。わしゃ。こっちかな。あ、でかいのおったやん、確か。2だったかもからもしかしたら。なんかすっげえなんか黒くて三角形みたいなでかいやつ。え、わからん。覚えてないわ。マジか。ねえ、すみんないよ。マジ、え、マジか。かがり火は。かがり火ある。多分こっちのね、こっちのこうじゃった気がする。さっきじゃあ、かがり火振りに行く？そうそう、かがり火俺見つけたい。でも、毒食らってるやんか、うん。自動で死ぬで、私。え、マジ？うん。から、それまでに、かがり火を。でもこれどこ行ったんかわからんくなったし、どこ行ったん？ダークナイトいるからね。ダークナイト？うん。何ダークナイトって。どこ行った？もうわからん。あ、おっとおっと。ここは行ったところ俺。もう死ぬわ私。マジか。いいんかそんなんで。あれこれどこ？来たとこやんこれ。なんか塔みたいになってて。うん。ね、これね、うん、右か左か、右かな。どっちもしか決めた方がいいかもね、これ。回すんじゃなくて、直線と右とある。三角形になってる、位置的には。ああ。あっち側にもね、こっちが。私見てるか。今ある？いっか。うん。まあ、IQ先生もう死にそうだけど。もう死ぬけどね。あ、ギリで止まった。そう。死ね。ないの？はがり発見。あれ？え、これこう来たとこじゃん。一回戻る？うん。あ、早い。優しい。じゃあもう、ま、逆回しするか。そうやね。え、残り火ある？残り火じゃない。残り火。かがり火。うん。あるよ。うん。あ。アイテムちょっと、探らせてね、その代わり。私、全然探ってない。ちょっとあれだわ。レベルアップしてこいよ。マジ？その方が効率的。はい。ちょっと待って、俺、あれだわ。外出てくる、ちょっと。もう外に。何、外って。内側だな。浮き方のどこ？ここは出て右。強い？強い。ちょっと待って。浮き方な技量系やんな。うん。取りに行こうかな。浮き方なよりでかい方なったよね。物欲しさをやった。物欲しさ、うん。ごめん、なんだっけ、右？出て右。あれ切りかかってる。ああ、それ出れん。ちょっとまたに行け。考え中タイム、それ。ダークセンス。考え中。来た。特別な奇跡。あ、変質強からのあれだ。種類は増える。ああ、種類が増える。あ、ちなみにブロさん、イルシールの直剣取ったら強いで、結構。取ったと思うけど。あなた使ってなかったっけ？一周目。うん、使ってた。
なんか印象に残ってるのは青い剣振ってんわ、これ思って。うん、かっこいいっしょ。見てた、うん、かっこいいかどうか別にして見てた。なんか打ち刀おるだろ、それそこ外おる。ほぼ裸で刀という。で、なんかパリしてくるよ、それ密かに。たくね、こいつ。おい、まだ、あれ来た。見て、俺ここら辺のアイテム柔らかい。うん、なんか落ちそうで怖いんやけど、この人。落ちんとってよ。あ、それ、落としていいよ、それ。アイテム取れる。俺、これ、赤いね。軍田先生、倒して、一発目で戦ってきて、うん、これ。一発目通過。うん、倒せんかったでしょ。いや、倒せんかったから落とした。今日落とした。ああ。お前、よろかけかけ死ね、これ死ね俺死ね、オッケー。クソザーコマジ。殺した。殺したらいいんだけど。私は正々堂々と戦った。で、別に気を落とす卑怯じゃなくね。卑怯マジ。足腰悪い人かもせんやんか。足腰悪いのだったら黙って待っとけって話よ。とことこ走ってくるやつ。正々堂々怠慢で勝って、うん。手に入れた内刀で戦うわ。打ち方は結構このゲームってあんまりそんな外れなかったよね、確か。あったっけ。まあまあまあ、そこそこ強化すれば何でも使えるね。ねえ、あんまり大外れがない。これ強化してしまって積んだってないよね。うん。なんだこれ。あるんかな、でもかけらとか。売ってない気がするな。私も種火欲しいよー。今から。今から。ちょっと待って。ちょっと待ってもらえる？指欲しいよ。ちょっと待ってもらえる？あね、なんかクソザコがさ、落ちたのはいいんだけど、アイテム取れねえ。一旦タルミに触れんと。羽火灯籠、あとあれ欲しい。草紋の盾欲しい。ああ、ええ。草紋の盾は大体覚えてる。さっきのマップの真ん中。首に当たるマイクは。うん。打ち上げよ。早くー。キックなんかないかな。まぁ、あ、ちょっと今日のプレイまではあの武器決めれずだろ。ちょっと明日、今日かちょろっと何するか決めて強化しよう。ほら見てないか。ここに出てくるね、強化したらアイテムが。あ、達人よ、あいつ。達人を蹴落とした。達人蹴落とされる。うん、足元うるせった。まだまだ。いい加減指輪ないんかよ。なんか出てくるの少なくね？買う系かもしれない、指輪って。いや。あ、一応中にあの取れてるはず。冷たい谷のなんとか。うん。貼り付けね。冷たい谷のボルドのさ。あのソウル錬成が槍か指輪よ。指輪などんな効果ないよ。連続攻撃をすると体力が回復する。あまりいらない。はい、うん、まつげぶちって抜けた。今ちょっと言わんで痛い。俺が痛い。俺は痛くない。俺は痛い。ね、ゴリゴリってこすったら、うん、ブチって抜けた。見えてるか。はい、今戻した。え、誘うんやぜ俺を。知ってるよ、出た。うん、なんで私の時ばっか侵入されん。ファンじゃろ。ファンもうそれ便利やの。うん、ファンじゃろっつって、うん、そう、敵もファンだし味方もファンよ。どいつもこいつもファンよ。抜けた。でもあれだろ、あの何回ね、日本一気に何回ね、あの相手見てから入るわけじゃないでしょ。うん、そんなんできんよ。たまたま入ったら行くもん。おいよ、ちょっと待って。こっちたまたま入ったら一級さんとこってことだろ。うん、たまたま一級さん。あ、敵来た。呼ぶなや。
ってソウル落ちてるねん。は？そんなことしたっけ？いや変態やんけ。変態やんけ。まあ、抱きかなんか抱きかかえてもじゃもじゃされたもん。変態やん。そうやったらあのババアもなんとかデラックスも掴んでくるじゃん。そうやね。変態やん。どいつもこいつも変態よ。ファンか変態かよもう世の中。マジ？こっちは？こっち行った。そっちで戦ってたら来た後ろから来て電気ビリビリ系の攻撃だる。シャムシール緑化装。何シャムシェイト。え、シャムシール雷。シャムシール。あれ、あなたが使ったのは雷のシミタ。あ、違う。ショーテル。ショーテル。シャムシールって何。もう一つのシャムシール。それはってなるわ。はってなるわ。おいおい。あ？おお。あ、来た来た。え、何？あ？なんやねん。誰変態？変態呼んだ誰？変態やんけ。あ、先生アイテムあるから先取っとけよ。ここ来るの見て。寝ろってんかってぐらいいいタイミングできたな。ファンか変態か。これ。子供の指輪？うん。ああ、スペル短くするやつか。え、何これ。いらねえよ。あ、礼してる。バイバーイ。ほー。え、これできないね。アランの番人、ここのあれか、契約か。はは。どうすんだろう。呪術系だ、こいつ。あ、柔らかい。発火気をつけてね、今の、うん、結構はぁ、はいはい、来た来た。なんでなんで私の時だけ別に侵入されるわ。知らねえや。まあ、そこにアイテムあの取らせや。大乱闘やんけ、お前。何ブラ。こいつらも多分ダメージ取るんじゃないかな。ちょっと先生、頼む。あ、ふざけんな。早くしろ。あ、弱っ。やったん。やってない。ダメージが弱い。うん、我慢しろ。ロックできん。え、なになになに。どっちかやる？すごい離れてんの。いやー、それはもうなんとか成り行きで。は？え、せこない。ラグいねんって、お前ら。うっとし。やばい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 。ホランのバニーが飲んじゃう飲んじゃう。ごちゃ混ぜかよ。ホランからやりたいね。けどね、ファラン追っかけるとね、私をすごい狙ってくるな、あの人が。なるほど。バックスタートロードしてくるんや。だるいな。お前逃げんなよ。お前が侵入してきたんやろうが。ほら。何じゃ、マジ。でも、やっぱ盾使ってないね、結構みんな。ラグいな。ラグいよ、めちゃくちゃ。
せこいせこい、それせこい、それせこい、死ぬ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 死もう立てええわ。あ、武器鍛えてないんだけどやめてくれ。カニ味噌に追っかけられてる。この野郎がぜ、この野郎が、あ、死んだ。死んだ？うん。いや、私カニにやられるんやけど。3対1や、ひどい。やめろ。しかも、こんかったなぁ、あれ、支援。そうやね。うん。お前、イーストビン飲んでんちゃうぞ。無理やわ、これは。さすがにね。勝ったのに。もう一回使うよ。待って、買ってった。おいおい、うん、僕らっとるやん。うん、分かる分かる。つうかさ、うん、あ、登れねえ、登れねえわ。ちょっと待って、どこ登るの。ちょっと待ってて。うん、降りただけ登れねえ、これ。え、マジ正気正気。おっ、わっわぁ、おい、わかんよ、お前、そらかんよ。ふぅ、最初の方行ってね。大丈夫か。そうね。はい、ちょっと武器強化してないんだから来ないでよ。フリアンがこっちがね。うん、ない。今出た。ちょい待ち、いい。あれ？早朝じゃなかった？あるわ。でも重っ。何やってんの？行くぞ。行かないこ。あ、ソウル先に回収しよう。そうそう、先行こう。どこじゃ。カニ。
取った？うん。左回し。うん。左回し。出ないうちにあの二人組倒しときたいな。右やぞ。これアイテムここ取れんのやったっけ？ルーカーだと無理。無理無理。ですね。ああもうこれひるみがでかい。結構来るやん。何それ、フェイント？フェイントそれ。おいおいマジか。いて、ほら奇跡掴むな。敵を来るって言ってんのに蘇生する人みたいな PUBG で。ゲートクラブ。これも SB ない。あるマジで？ある、あと1個ある。こっち見なかった、見なかった。降りて、降りたらダットキンサイした。ダットキンサイ、あ、ダットキンサイヤ、キンサイヤ、うん、キンサイヤ、キンサイヤー人。どうした最近バグってんだよ。バグって、なんで戻るん。何そこって。あ、そっか、 SB ないんか、うん、じゃあちょっと回復じゃないわ、強化してくるか。ああ、行ってくる。いや、い、うん、行ってくる。また強化しに行ってる。これ違ったっけ？ん？あんな感じじゃなかったっけ？違ったっけ？一発目、一周目。うん。ん？俺俺。うん、な感じやった。だよね。ファランの城塞。でもちょっと森もまだか、あの、あれしたいよ。いや、そう戻ってないよ。ボス？あ？うん、そうそうそう。本物も取ってないし、あの、あれも取ってない。うさちゃんも。ファランの。うさちゃんの種火。うさちゃん。うさちゃん。唐突なうさちゃん推し。八分上がり。はしご上がりつけ？上がりつけ。はしご上がりつけ、うさちゃん。どんだけうさちゃん好きやねん。うさちゃん欲しい。うさちゃん。うさちゃんまだ？つけてるよ。マジ？見えんのだけ。足りないんじゃないか。何が？レベル。あれ、なんか重たくなってる。重たいわこれ。やっぱり 74% きつ。じゃじゃん。
なんか筋肉痛やて。ゲームのせいか？何でやろう。なんでだろう。やります。やります。餃子じゃないの？ウェイ。餃子？あ、餃子かも。え、待って、あれどこ行った？やります。待って、敵来た。あの、キノコ来た、キノコ。キノコ待って。カニ味噌に絡まれてる、私。カニ味絡まれてる？おらんかったけどな。戻るか。え、でかいカニ味噌ここ。足がつくとこで戦おう。うん、足をつけて戦おう。カーニミソ敵コンなんかチャイニーさん言うけど、ほらんヘイゼル、カーニミソ、それハメさんね。おるわ、おらおら、こうで引いたカニがこれとこで行ってから中箱。こいつ魔法に、うしょしょ、魔法にあれかよ。なんだっけこれ、クロスボマシン、遠距離もやろう、キノコイも死亡、ダークスピードデストロイド、何それお気に入り、そのお気に入り、ダークダークウンタラカンタラデストロイド、かっこいいよね。中二感満載。うーすげえ、卵いっぱいついてたからメスや。え、そうなの？あ？挟まれた。しかもそれあれ、ダメ食らってるそれ。グロ。え？しかも全然食らってない。甲羅でも全然サクサク。ちゃ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 。しかも無限。いや、めっちゃ食らってる。無限じゃない。卵ついてるよ。メス。あ、指輪。なの。技術の威力を高めるやって。あんまいらんね。技術使わんね。真ん中の方も行くんで、よろしく。いや。無人島のサミナ、アキウサじゃん、とかアムサちゃん、いいよ、ウサキチ、ウサキチもしかして上からしばける、ドン、やってんのか、どこ行った、うまいねー、こいつらは簡単やん、配膳の時になかなかできんとね、やっぱり。待って、1回ぐらい決めさせて、俺に決めさせて、ディン、ケイ、ええとこだけ持ってた、興奮なまり声がでかくなってしまった。先生待って、上から高度上から攻めて、左、多分一回で済むはず、それって降りたら、うん、そうやね、確かに、でしょう、効率、そうそう、大事、でもこれ下降りたらさ、アイテム手に入るんじゃない、何が、ここ下か、なんでもない、いや、一瞬とこ置いてこようが、ほらね、あれ、ここアイテム、ここファランのうんたらかんだら、ファランのうんたらかんだら、多分ここあった、タメビ、はい、やった、変質強化、変質強化、めっちゃ筋肉痛、これしたらめっちゃ痛い、餃子の食べ過ぎ、餃子の食べ過ぎ、餃子の食べ過ぎじゃない、餃子の作り過ぎ、食べ過ぎできた、どういうこと食べ過ぎでは筋肉痛にならんはず、私のお箸運動で、私の取らないで高速で出てるんだろ
吹いてはった人みたいな。うん、まあ、若干張ってるけど、はい、うん、そこは黙ってたわかった。なんでか嘘はつけない。まあ、ここからどっか左回し一応行ってアイテムあって多分なかった。左回し行ったら真ん中のとこやけど、あ、ここワン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 、おらお前アイテム取ってーのかっけろ、バビディ。だいぶスタミナ振ったからもう切り放題。マジか、うん、真ん中の方にアイテムあった、うん、武器強くしてる？なんかえらいダメージで。なんかめっちゃ気にしてるやん。そんなことないよ。今そう思ったじゃなかった？ここ？うん、違う、緑化層ここ、そう思ったで。あったっしょ、行くか。ハリミソやる？はい、見とんのやろ。1000点ぐらいもらえる。パーセンテン、あ、ハリミソ自分の子供殺しとる。やるやん。そうそう、切るまず、そうそう、切るまず、切るんだら正面で、あ、取れた。ハリミソ落とし。ハリミソ落とし。え、2回連続？うん、やるやんけ。でもカニってテンション上がらんなぁ。ようからカニ食べた、食べたいってなる？ならん。ならんのかよ。どっちを今希望しちゃったん？あ？ハランの番にファウスト。誰がじゃん、お前。どうすんの？行こう。あいつらってあの、見える俺らの位置。位置は見えない、探さなあかん。どうでもいい、万人もクソも。彼らどこを食らうんか、レーターだけ無理か。食らうよ、あなた食らうでしょ。ああ。はい、でもあんねんな、いっぱい。うん、取りや。プリンサイじゃないん。トリエ。ベストのかけら。あんただったそれも。え？じゃあ9個もう。うん。マジで。誰よりもベストのかけらを早く取って早くなくす。いいんか悪いんかやね。うん。ああ。そこ上がれ、登りか行くか。行くぞ。行けた。あなたも来るんやで。どっ。あ、これでバレた。え、なんで？あ、でも見えるの、うん、そうそうそう、マジか。で、この飛ばすことによって1回目じゃないということもバレる。ああ、そういうこと、うん、こいつら経験してた。来た、ほら、来た来た来た。お前ダガーかよ。待て、だから両手持ちかよ。そう笑うんやけど。柔らかい。すごい普通かな。は？そっちに行くのやめて。めんどくさいよね。どこのあれだったか俺入んねえじゃん俺ら。
どっからんでしょう、この人ら。クラウトも。やつだけ、やつだけどこに暮らせるんや。まあ、私もどこやけど。ん、何なんその武器。なんかついてんかそれ。ちゃんと。何これ33とかないよ。36、39ないこれ。ダメージか。どこでしょう。はあ。行け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 。おえー。ダメダメダメ。いやあ、そうね。普通強いからね。うん。やれるかやれるか。くそ。爆殺取れへんな。あれ。つぶ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 。ポチャポチャしとけよ。あなんで盾外れるんやろ。ポチャポチャポチャ。こいつ毒系のあれか、ダガーか。ポチャポチャポチャ、はい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 。もうでも食らってるから意味ないで。俺？うん、敵ね。回復するやん。回復するやんみたいな。エスビタ半分なるんだっけ？半分なるよねこれ。うん。じゃもうちょい。なるよ。お、はいはい。完璧対人装備だよ。じゃあ俺狙いだな、俺多分。回復がなくなっちゃった、うん、全員。これ終わったらそこは骨の機関で戻るか。すぐ入られるんだっけ。うん。もうないやろお前。あ、最後の一本ぐらいかそれ。うん、六。十二持ってるとしても六やけね。やばいやばい。俺太陽君、危ねえ、あやばい。あ、死んだかもこれ。死んだ。どこで死んだ。どこで死んだ。うん、でもラグアーマーって言うんかな、これが。どこだったっけ、下だったっけ。だいぶ離れてんだよな。すごいずれてる。うわ、めっちゃ持ってるアイス瓶。負けそう、これ隅ないし。あ、やべえ、やっちゃった。やっちゃった。うん、めっちゃめっちゃ喜んでる。もう6個持ってるね。あ、じゃあ、あえてか。いやー、めんどくさ。残りばっかり。エストのかけら拾ったっけ、私。
Which is good, wasn't he? Weapons and protection as to the when you but should chat. ネビを落とす。オッケーかな。とりあえず今日落ちかな。二人ともいいとこってか同じとこまで行ってるし。オッケー。ちょっと武器探しとくわ。明日強化できるし。もう負けんじゃろ、うん。もう負けん。よし。変な位置で落としちゃったな。あ、取りに行く？うん、いいよ。じゃあ覚えとってね。じゃあ明日、池座町で行こっか。ふぅ。シゲさんお疲れ様でした。ふぅ。じゃあ、OK かな。うん。じゃあのー。はい、お疲れ様。お疲れ様。キーがマジ難しい。これもういっそのことローリング焼けんしかいけないか。逆のがいいんだこれ多分。修復してる設定がある。これか。で、こうすると。一緒じゃん、これ。あともう一人だよってな。どこだったっけ？これじゃなくて盗賊持ったし、盗賊はいない。まだカタツムリどこ行った？あれ？あれもう死んだかな？シュシュ言ってる。いない。どこだったっけ？さっき見つけたやつがどこからはず。位置が分からんな。ダメだ、諦めよう。い
これ横穴から行くとこじゃなかったっけ。横穴横穴ここじゃなくて、こう、いや、おらんなっておるな、おらんなっておるところはずでも落ちるか。今持ってるアイテムが結構あるね。よし、じゃあ寝ます、寝けど、お疲れ様でした。よし、おつおつ。